さあということで d 1グランプリーオールスターシュールアウトモンスターエナジーキックオフショーこれからいよいよスタートとなります、えー、若干空が鳴いてるような感じしますけれども皆さんの大きな歓声でそれを払拭しましょうさあそれではいよいよオープニングなんですけれども すでにこのオープニング僕の隣にはこの方来ていただいておりますのでえここから一緒に MC をさせていただきたいと思いますでは MC の紹介させていただきますえまずはですね私本日こちらの警告書を MC を務めますピーナッツと申しますよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあそしてオープニングこの方心強い方来ていただきましたドリフトといえばそうマラピーこと 鈴木マラブさんよろしくお願いしますはい皆さんおはようございますよろしくお願いいたしますいよいよですね、はい、この待ちに待ったこのマシンのアンベールでございます、はい、そうでございますはい楽しみにしてましたさあいよいよ世界初ドリフト仕様のこの新型アンベールでございますけれども、えー、マラブさんちょっとワクワクしますね、はい、そうですねはいあのだいぶいろいろな情報は、はい、もう今この時代ですからはい youtube 始め出てはいたんですけど実際には本物が今ここにあるわけですよ、はい、これを目にするのは本当に今皆さんが初めてであり、はい、今ここで初めてこの報道も含め、はい、この車の全貌があらわになるという状態でございますだから皆さんは第一人者になるということでございますい。なんか嬉しいですよね僕たちもすぐそこばにいますからね本当ですよ。そしてもう一方、そばに。 いらっしゃる方、はい、この方、紹介しないと。それでは、ご紹介させていただきましょう。モンスター、えらし、アスリート。斉藤大光。こんにちは。どうぞよろしくお願いします。あれ、ちょっとテンションが。寒い。寒い。<laughs> <laughs> もう、そういう、そういう方なんです。そういう方なんです。あさあ、いよいよオープニングですけれども、どうですか、大工さん。いや、やっと、来ました。はい。はい。もう、この、隣には、新型が。 そうですね、えっとまああのー、今週来るまで、あのー、今年入ってあんまり寝れてなかったんでそうですね、あのー、後ほどまた説明しますけれども、はい、このアンベールのこの状態に持っていくだけでも結構大変な状態で道のりはありましたでもこれアンベールできるということは今いい状態で,いいで、はい、皆さんにご紹介できるということでございますから、はい、ですのでいよいよでございますけれどもいはいりましょうご紹介のさせていただきましょう。 いいでございます、GR、スープラモンスターエディションアンベールを行いたいと思いますカウント5秒前からいりましょう,しょう会場の皆さんもよかったらご一緒にカウントダウンしてくださいそれでは参りましょう GR スープラモンスターエディションアンベールまで5秒前54321どうぞーアンル これが生の本物の<も> GR スープラでございます続々と,としましたけれども、はいはい、さあこちらが GR スープラモンスターエディションとなりますまあやはりもう読んで字のごとくでございますけれどももうこのフォルムいやーちょっとそうですね あのー、まず、ですね、斉藤選手の話を聞く前にこれはやはりマシンの方のね、はいえー、ぜひご紹介の方をしていかなきゃいけないなと思っているんですけれども、はい、とにかくですね、皆さんご存知のようにニュースープラということなんですけれども今年のデトロイトモーターショーで、はい、まず皆さんの前には公開されたという、はい、GR スープラということなんですが、はい、この GR スープラというのはですね、トヨタガズレーシングの GR シリーズの初のグローバルモデルであるという。はいはい このマシンをベースに、はい、これはですね。たった。もう42日間って言われてます。けれども、はい、まあ実質。本当に1ヶ月ちょっとというところで。 ドリフト仕様にマシンをカスタマイズしてこの場に持ってきてそして今回のこのモンスターエナジープレゼンツのディアグランプリのオールスターシュートアウトで実際に戦うというマシンに仕上げられて持ってきましたという状態でこれは世界に先駆けもちろんこれ世界初そして今日この走りももちろん世界初という,というマシンそのものでございます。 もうだいぶ前にですねこのイラストカ、うん、ラ,ラーリング含めたイラスト等々はもう皆さんにはあのー、発表されてはいたんですけれどもあくまでもそれはイラストでありこれが実際のこの実写本物でございます,すと、はい、今おそらくこの皆さんが初めて目にするですよね 本当にここに来るまでは今言ったたったその1ヶ月ちょっと普通では、もちろん僕もできないというぐらいだと思っておりましたただ、今こうやって皆さんに紹介できるということは今日きっちりとこれ戦いにこのマシンも走ってということになるんだと思いますのでこの車の雰囲気含めですねちょっと斉藤選手にですね話を聞きたいと思いますけれどもいやっと本当にこの場皆さんに発表できる状態になりましたこれは嬉しいですね。 本当に嬉しいですもう大変だったと思います、非常に短い期間でした、いかかがでしたか、えっとまあ、最初、話がいただけたときは、まあ、もう当然、すごく嬉しい話で、ぜ、え、ひ、ーまあ、やりたいだったんですけど、まあ、あのやると決まった後に、今度、絶対ここっていうプレッシャーがあったんで、とにかく今、はホッとしてます、はい、まあもちろん、まだまだね、出来たて、ほやほやという車ですから。 そのポテンシャルがどこまでなのか我々はまだ計り知れないというところなんですが、はい、実は、佐藤さんこのマシンのポテンシャルのその可能性、はい、ものすごい高いものがあると感じていると聞いてますがあのー、結構今まで僕車いろいろ乗ってきたんですけど、まあ、今回のもかなりの自信作で、まあ、今回の大会でも行けちゃうんじゃないかなと思ってます<お> <laughs> その辺というのは斉藤選手も今までいろんなマシン作り上げてきた。はい、多分乗り始め 感じえっと、まあ、多分この車はもともと蘇生スープラですごくよくてあのセッティングとかどうのこうのは難しくなくもう簡単にサクッとできてしまった感じです。とということは ここまでは大変だったし、本当に先ほども徹夜続きだと言ってましたけど、も今、顔を見るですり、だいぶ穏やかな、にこやかな、嬉しそうな感じが、もうあの子供がおもちゃを与えられたような、そんな感じはありますけれども。もう今、あとは早く走りたくて、ですめちゃくちゃリラックスした状態ということは、これ、皆さんぜひ期待していただきたいのは、もう今日の走りから、これ、ほとんどシェイクダウンに近い状態ではありますけれども、いい走りができるとお約束できる。いいけちゃますなるほど とということはです、ね、ぜひ、ね、今日のもちろんこの大会含め d 1グランプリシリーズ実際のシリーズ戦の中でもこのマシンが走ることになるということになりますので、ね、本当にあの素晴らしい走りを期待したいと思いますけれども、あのー、佐々さん、2日間ですから、はい、なんとかこれを走りきらせるという状態だけではなく、はい、じゃあもう本当にその大会の中でいい成績、いい走りができることをじゃあ皆さんにもう一度お約束をお願いいたします。 まあ、あの今日、今が一番大事だったんであのでこの後はもう車、多少傷んでも大丈夫なんで思思いいいきりきたいと思いますわかりました <laughs> いや、ぜひ頑張っていただきたいと思います。本当にですね、はいえー、17年ぶりに復活したこの5代目というね GR、はい、スープラなんですけれどもそしてそれを乗るのは斉藤選手でありでこの斉藤選手はですね、はい、実は d 1グランプリ2度でシリーチャンピオン。はい てい<ー>でそれだけではなくて、はい、実はフォーミュラ D の USA <ー>それからフォーミュラ D のアジア、はい、これフォーミュラ D と D1 グランプリと優勝したことあるチャンピオンになったことあるのはこの方しかいないんです、はい、実は世界に一人の,そのダブルチャンピオン、はい、トリプルチャンピオンの男だというところちょっととんでもないこのオープニングになりますよそしてさらにはですね D1 グランプリシリーズだけではなく、はい、このマシンをです、ね、9月にはですねポーランドの ジムカーナグリッド実際にこの車を持ってってまたそのジムカーナグリッドという戦いの中で大会の中で世界と戦うということでさやさんよろしいですよねはいはいということで斉藤選手とこの G R スープラと共にも世界に羽ばたいていくということになると思いますんで今日明日その素晴らしい走りを本当に期待したいと思います頑張ってください頑張ってくださいお願いします会場の皆さんも大きな拍手をお送りください。 さあそれではちょっとここでね、えー、プレス用に写真撮影の方にも入りたいと思いますので、はいえー、これから撮影の方うを行いた,だきたいと思います。ね、会場の皆さんからも、ね、カメラをお持ちの方も、えー、きっとその位置からでもね最高の1枚が撮れると思います。あさあということで、えー、これからです、ね、いろいろなパフォーマンスがこちらのコース内で行われるんですけれども、い,どいや、僕も写真撮るんで、あ,あ写真ね、<laughs> そうですね、えー、まなぶさん、プレス入りまーす <laughs> さあもうね、マラブさんもやっぱりね大好きですからマラブさんもねもうすごいかなりの笑顔で写真撮影されてますさあ会場の皆さんも目を輝かせてますきっとね今このコスナのところで写真撮影行われてますけれども皆さんもね笑顔になってますさあ今回初披露となりました世界初ドリフト仕様の新型です GL スプラモンスターエディションアンベル今回オープニングで行いましたけれどもえこの後これからモンスターエナジーキックオフショーということでバイクスタントフリースタイルモトクロスのショーが行われますえですのでそれを楽しみに来ましたという方もいらっしゃると思います D1 といえば、はい、もうバイクのパフォーマンスそうです、ね、こちらもちょっとギリギリですけど天候がねた、はい、だもねまあこのぐらいで ちょっと寒いのはありますけど雨がね本当に強くなっちゃうとちょっとこのアンベルも含めて弱ったなと思いましたけどまあまあ、これぐらいならなんとかギリギリ良かったですよかったですよオープニングの時にねちょっと雨がポツポツポツってなってどうなのかなと思ったんですがちょっと今弱まってきてますそうですね、あとはですね今撮影してますけれどもとにかく皆さんはやっぱりこれ動く状態見てみてもういいと置いてあるのはもう見てみてい。 動き、はい、それから音,あ音こういうところを含めまなぶさん的にはどうですか、はい、やっぱ動きもいいと思うんですけどやっぱり音とそれから動きとそれからやっぱりその煙ですとか、はい、そういったところが全部組み合わさって初めて、はい、その車のポテンシャルとか、はい、それから迫力を感じることができるんじゃないかなと思いますし、はい、で実際 今回、お披露目披露はこの特設コースだったから非常によくて特設コースの,のが近くでその雰囲気を感じることができるんです。この台場の特設コースのいいところはやはり広いその国際コースに比べまして皆さんが見ている位置からその走るところが非常に近いというのがいいわけですからその GR スープラの駆け抜ける状態の音とか匂いとかも含め全部感じ取ることができる。で先ほどど言いましたけども はい、それを感じ取ることができるのはここにいる方のみで,すのみです世界でも世界でもはいめちゃくちゃいい環境じゃないですか、はい、これ、えー、トヨタがそして、はい、ガズーレッシングさんが、はい、その場を 今、ここにしてくれた。うわ、ありがとうございます。すごいことだと、すごいこと。本当に、僕たちも、この煙を、もうかぶれるわけ。そう、かぶらなきゃいけない。ありがたありがたがって、その煙をですね。頭よくな、ジーアールスープラのって、長生きすんじゃない。かね、本当ね。そんなことはない。ということでございます。さあ、ええ、いよいよですね、お披露目されましたけれども、ここから。実際に。あ。くところが。 はい、ここに来るまでは押してきましたからねそうですじゃあとりあえず一番最初にエンジンをかけて動き出す姿を一応見ていただくはい、はいはい、それではまたこの後実際に走る姿もこの後ね、はい、まだ一時は長いですから見ることはできますけれどもう、ね、まずは、うん、まずはエンジンをかけ、はい、そして走り出す、うん、そこを見ていただきたいと思います、はい、さあということで「モッサイらしいキックショー」いよいよスタートでございますけれども、えー、こ,こ,この時間 MC で参加していただきました鈴木マラムさんありがとうございましたはいありがとうございましたまたこの後もね登場する機会があるかもしれませんので,で、ね、今日1日皆さんぜひ楽しんでていただきたいと思いますはいどうもありがとうございますこの後もよろしくお願いします これがチア・ソプラモンスター・エディション会場の皆さん、世界初のこの瞬間、得とご覧ください <music> モンスター・エナジーがサポートする世界的ドリフトドライバー、斉藤大吾素晴らしい走りを見せてくれました。 さあそれでは改めましてモンスター・イラシキックオフショバイクで皆さんで、ね、楽しんでいきましょうエクストリームバイク誰もオープニングしっかりとウォーミングアップしてます、まあ、今回です、ね、この午前若干ですねこちらのコース内の方です、ね、雨もちょっと降ってたんで今コース内の方しっかり状態をチェックしてます ではちょっと会場の皆さんのテンション楽しみたいよっていうそういうい気持ちも確認したいと思いますけれども今日というふうに皆さん楽しみたいという方は拍手をくださいさあそれではここからその拍手をどんどんとパフォーマンスをするライダーたちにお送りくださいではまずはですねちょっと今このウォームアップを行っている ライダー名前だけでもご紹介させてください、ここからいろんな情報を、ね、お届けしますからそれではご紹介しましょう、モンスターエロシーアスリートエクストリームバイク、キノスターさあ、エクストリームバイクさあ、国内ではです、ね、バイクスタントなどと、ね、言われていることもありますけれども、読んで字のごとくです、なんとこのバイク、すごいことになってます、お早々に。 12クロックからのヒールクリッカーそしてストッピー180さあしっかりメイクおーっとなんとその状態でスタンディング会場の皆さんに挨拶このタイミング大きな拍手ですなんとそんなポーズ僕今初めて見てますこのバランスなんとこれ 675cc なんですよその中で会場の皆さんの前でストッピー180であで挨拶。 さあ新木下が会場の皆さん近くに来たら大きな拍手も送ってくださいさあこんな状態でウィリーの状態からのウィリーサークルさあこんなモンスターバイクをこんな糸も簡単に操れるさあ世界の中でも本当に新木下しかいないんじゃないでしょうかさあここからはなんとこのモンスター展示してある車の周りをぐるぐるとバーンアウトで走行だ さあこの状態分かる人には分かるはずかなり半端ないことをやってます半端ないと心の中で思っていたら皆さんそれを形にしてください拍手をさあまだまだ新能者の時間は続くヘッドスタンド皆さんよく考えてくださいよバイクの上で逆立ちしようなんて思ったことありますかないはずです プロだから世界を代表するエクストリームバイクライダーだからできること新キーさ、スターさあまだまだいくウィリーの状態、まあ、このウィリーの、ね、状態でもいろいろな足を置くポジションで技の名前も変わったりするんですけれども、まあ、基本的にはウィリーですこれがね スタンディングでのウィリー状態かなり長時間リハでリハではこんなの見せてくれませんでしたワンハンドで盛り上がってくれとみんな言っているワンフットさあ12オクロックからのワンフットこれフラミンゴっていうねトリックになりますやや大きなアクションさあこのエクストリームバイクいろいろなトリックっていうのはそのまま見たままのパフォーマンスが多いですうわスイッッチバックからの 後後ろ向いてますよ後ろ向向いいててまますすよこれはしっかりと背中に目があるかのように動こうとするスタイルあくなき挑戦新木の下さあこの状態この路面の状態もしっかり見ていますが最高のものを見せたいということで果敢にチャレンジストッイン皆さんと一緒に楽しみたいんです新木の下 ノーハンドで一緒に楽しもうってさあハンドスクラッチサークルでハンドスクラッチを入れていくさあここから路面をまっすぐ向いた状態で12オ6クロック蹴るのかうオウなんとなんと体を前に出している状態でバーンアウトこんなのは見たことがない イエーイーさあすべてをバイクにささげたただ一直線にこのエクストリームバイクという技術を追求する毎日を送っているライダー from 神戸新木下さあなんとこんな目の前で見れることないですありがたい ありがとうございます MC 妙につきまさあこの車両所で行いますアクロバティックスは世界でも最高難易度のテクニックを誇ります変幻自在にこんなモンスターバイクを操れる日本人は彼しかいませんモンスターエラジーアスリート新木下さあ彼は国内だけじゃなく海外ヨーロッパでも参戦しかなり上位の成績を収めているライダー なんと2008年、2009年10年前にはすでに世界の頂点に君臨している男ですそんなライダーが日本人なんですシンキノスターさあこの状態がウィリーこれウィリーですよ分かりやすいそして前タイヤで 動いている状態はストッピー、ジャックナイフ分かりやすいトリックですからさあ会場の皆さん近くに来ているときは拍手を送ってあげてください、いくのか、うわおなんとなんと壁にタッチしているリアを、yeah! さあ今回の D1、なんと第1部、2部で行われますのでまた2部を見れるかもしれないストッピー180でタッチ。 リアタッチさあということでエクストリームバイク残り時間わずかウィリーサークルでこれが俺だというスタイルを見せてくれてます、新規の下ー、大きなアクション、わーさあ、バーンアウト、これで路面にこれが俺だというサインをサインをしっかり描く。 ここに俺が走ったんだここで俺はパフォーマンスしたそれを刻んでいく会場の皆さんの近くでも刻んでいくステルボックルゴート。サリアをこすりつけたウォースタンドの前でもしっかりとアピールさあここでドリフト状態から常にハンドルしっかりと コントロールしながら操っています今回操っているバイクはトライアンフ 675cc3 気筒ですわおきたヘッドスタンドしかも逆の状態ですよ背中に目があるように自由自在に進んでいるさあスイッチバックでちょっとサークルを描いてますさあ垂直になった状態スイッチバックのウィリー 新木の下に大きなアクションちょっとね、会場の皆さんもね、どこで声出したりか分からないと思います。僕が名前を叫んだときにはそう、間違いなく拍手を送ってください。さあ、トゥ1ロックフラミンゴの状態で、ウィリサークルー、新木の下 いやこのね今まっすぐの状態からストッピーでワンエイティしたんですけど、これかなりね前タイヤでバランス取らないとダメなんでやばいんですけれども、ね、いやあ、りがとうございます。さあということで第一部で一発目登場してくれました新木下。せっかくなんで一言だけでいただきましょう。皆さんこんにちはおはようございます。えー、今日一日みんなで盛り上がっていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。新木下にも一う一投記録勝負。 まずはこんなふうに飛ぶっていうところを見せましたさあこちらのライダー紹介しましょうモサーエナジーアスリート釘村太<っ>さあ釘村ー太はまずはウォーミングアップで素晴らしく見せてくれました限られた時間の中でのパフォーマンスとなりますが皆さんで盛り上がっていきましょう <laughs> FMX 次、ウォームアップするのは若,さあ若ちゃん登場です、ライダー改めて紹介しましょう、若林裕也みんなからは若っていう愛称で親、ね、しまれてます、若です、それぞれライダー、ね、あの背中に名前も、ね、入ってますからね、名前を覚えて叫んであげてください、さあ今2人登場しましたけれど、ね、も、今回、ね、ライダー4人いますからね。 どんなライダーなのかそれでは紹介しましょう続いてはおおちょっとバイクの調子見てますねさあこちらが行く続いてのライダーおおウォームアップだからじらすねさあ2人とびましたけれども改めてねライダーもね紹介させてもらいたいと思いますけれども今回4名です、まあ、今回のモンスターエラジア,アスリート麦村航太を筆頭に 4名の国内を代表するライダーが集結しました多分ね今この会場に来ている方々でもう FMX めちゃくちゃ好きですよと FMX 見たくて来ましたっていう人もいると思いますけれども FMX が好きだっていう方拍手ください,しない,んかいありがとうございますめちゃくちゃくれたじゃないですかありがとうございますありがとうございますさあそして今飛んでくれたのがエハラ大地 さあ江原大地が飛んでくれましたかなり、ね、ダイナミックなジャンプが特徴的なライダーですさあそしてエハラ大地続いてはエハラソラさあエハラ大地エハラソラ名字一緒ですねそう2人は兄弟なんです兄が大地弟がソラエハラプラザーズさあそして釘村航太 さあどんどんん見せていきますちょっとね会場の皆さんスタンドの方もちょっと距離ありますけれどもねもうやばいと思ったらね拍手声援をぜひ送ってくださいみんなそれがパワーになりますさあここからどんどんとショーの方は続いていきますフリースタイルモトクロスショーさあ続いては若林優やいやーを突き上げたってことはみんなで楽しもうってことです さあこの D1 だからこそここの会場でこう楽しめるそんな接点になっていますフリースタイルモトクロスここお台場で開催されますのはねなかなかないことですからぜひたぞ江原大地ノーハンドねバンザインのスタイルですねそうそっからストッピー見せてくれましたよ大地君ありがとう さあここお台場会場ではですね毎年キメラゲームズというイベントも開催されていますキメラは今度ね5月に開催なんですけどそこにも登場するエハラソラインディーさあインディーというねあのジャンプした状態の時に足をね交差させるトリックこれインディーというトリックですからねエハラソラに大きなアクショーさあ杉村航太 さあ今、浩太君がトライしたトリックはウィップというですねあのひねり系のトリックなんですね。あのウィップというのは、かなりライダーそれぞれスタイルが出ます。だから浩太君のウィップが好きだっていうそんなお客さんたちもいると思います。さあ、釘村浩太に引き続き俺も行かせろと若手ライダー若返行くナックナックってね。 昔からある FMX といえばというトリックなんですね、こういうね、味のあるトリックを見せてくれるのが若ちゃんなんですよ、若ちゃんって言ってますけどね、若ちゃんまだ27歳ですから、めっちゃ若いです、その名の通り、若ちゃん、そして彼も若い、江原大地、おうおう何かしようとしてます、何か企んでますね、さあ、江原大地もスタンドの皆さんにも挨拶をしてます。江原大地 23歳そしてエハラソラ KOT キスオブデスかなりでかいこれもねあの足のこう反り方とかでねスタイル出ますエハラソラ茎村こうたーあー聞こえました会場の皆さんからのフォーム聞こえました今のやばいですからね ーターもう好きな技、どんどん出してくれます、アグレッシブなライダー、いたーシートグラブ、インディさあシートグラブ、ね、このシートのところにこのフリースタイルモトクロスのバイクっていうのは掴む部分があるんですよね、そこを掴むことでグラブっていうトリックが発生します。1回のジャンプででと盛り込んんくるそんなスタイル 北江原大地のシグネチャートリックレイジーボーイあれ怠け者っていうねそういう技なんですよねさあどんどんいろいろなトリック見せてください僕も見たい MC しながら僕も見たいですさあ会場の皆さんこれが FMX ですよこれがフリースタイルモトクロス第1部なんでねいろいろ試し試しでやってますけれども絶対楽しめますだって見るだけでやばいでしょう 今のグラブ系トリックあの手を離した状態でグラブをつかんでまたハンドルまで戻ってくる、まあ、ロックソリッドやホーリーグラブっていうね名前のトリックになります釘村コーワオー来たクリフハンガーハンドルの位置に足をかけて足かからなかったら本当大変なことになりますこれ良い子は真似しないようにまあでも絶対誰も真似できませんそれが FMX わあ,赤ちゃんわあ今ダイナミックに足を出しましたねさあこれが若林 You や f r o m z クルーさあ鈴木のバイクを使ってますけれどもね若ちゃんはねモトクロスの国際 B 級ライセンスもね持ってますからモトクロスサーでもありますさあ井原第地もクリフハンガー ダイナミックなジャンプやっぱね身長やボディバランスもありますからねでかいクリックハンガーでした井原大地さあこれが4名ですけれども皆さん第1部ですけど FMX どうですかありがとうございますその声ライダーにも届いてますからもっといっぱい声出しちゃってください 写真撮る皆さん映像撮る皆さんも声は出せるはずです目に焼きつけたい方声も手も動かしちゃってくださいさあ江原ソラちょっと様子を見ているがいたー k o r i i i n d さあ,あのさっきねキスオブですということでね上体を上に持っていったんですけどもさらにそこに足を交差させてインディというトリックも入れてきました江原ソラ さあそして、ですね今ちょっとコース内の方ですね風の方が出てきましたこの,あのランディングランプのところにはモンスターのフラッグついています、まあ、言ったらね、えー、世界で一番おしゃれなコイのぼりって僕は言ってるんですけど、このコイのぼりが今横向いてるんですよ、なのでこれは横向きに風が吹いてます、それを見ながらエアプレーン、わお言っときますけど、この状態で飛ぼうとできるライダー、なかなかいないですから、釘目の交代に大きなアクション これがモスターエナジーアスリートのスタイルそして若林裕也風がやんだタイミングでいったダブルグラブ若林裕也に大きなアクショーさあこれ4名のライダー本当にですね全国各地でいろいろな FMX のショーでも MC をしていますがやっぱりここで この東京はお台場でパフォーマンスをできるというのを非常に楽しみにしていましたなかなかですね風が強くて飛べない日もあったんですけど今日、今飛べるその瞬間をかみしめているさあグラブ系トリックでしたけれどもねワンハンドで今、インティを入れてました原大地さあ大地君、23歳いろいろな情報をもらってますけどね 大地君はね乙女座の A 型です空も行くわーロックソリッド完全に今手を離しましただから今写真撮って皆さん完全に空くんが手を離している瞬間撮れてるんじゃないでしょうかバックフリップ釘村幸太のトリック出ましたバックフリップのヒールクリッカー バックフリップという一つのトリックにヒールクリッカーというトリックも入れてきましたさあヒールクリッカーさっきシンクもやってましたけどそこに若ちゃんもトライさあ若ちゃんもね結構足伸ばすスタイルインディとかねシートグラブグラブ系トリックにも定評があるライダーですさあそしてちょっと今風と。 風の向きがね今変わりましたこのいのぼり見てたらめちゃくちゃ分かりやすいと思うんですけどね、右向いてたと思ったら左向いちゃってみたいな、その風の合間合間、一瞬ちょっと風が向き変わる、その瞬間をライダーしっかり見て飛んでますから、ですんで、この時間、この時間、1分1秒、見逃さずに楽しんでいきましょう。さあ、それじゃあ、いよいよ残り時間もわずかになってきました。 皆さんどうですか、FMX あっという間に第1部終わっちゃいますよ、フリップ、インディーフリップのウィップさあ、バックフリップにさっき言っていました、左系トリック、ウィップを入れてきました、釘村航太、イエー常に前回、すぐ飛ばしてくれ、いつでも飛ぶよと航太君、いつも言ってくれてます。 さあちょっと今風も見てますんでね会場の皆さん、その間に叫ぶ準備をしておいてください今、ね僕喋ってる位置からはスタンドの皆さんも見えてますそしてスタンディングの皆さんも見えてますスタンディングの皆さん、今距離近いですけれどもね FMX を楽しんでますか雨には負けません楽しんでいきましょう、皆さんよろしくお願いしますさあ、ここからトレインダー まずはソラ、ワカ、ダイチ、コートーさあトレインをしっかりメイク、ライダー4名。まあでも今突然トレインやりましたけど、これトレインはライダー同士の信頼関係がないとできない。 そんなパフォーマンスになりますからねさあそして今このトレーニングを行ったところでちょっと雨の方がきつくなってきましたなので最後の最後みんなにパフォーマンスを見せたいということで今ライダーの皆さんが意識を集中してトレーニングを行ってくれましたそれでは改めてフリースタイルモトクロスライダーを 名前紹介しますので大きな拍手をお送りくださいまずは黄色ウェアです黄色ウェアでフロント部分の、ね、黄色でよくわかると思います若林優也若ありがとうさあ続いて黒のパーカーを着ているスタイル江原空。 続いてオレンジの上です江原大地そしてモンスターエナジーアスリート釘村幸太この4名でフリースタイルモトクロスショーを行いましたモンスターエナジーキックオフショーさあそれでは初めて参りましょうモンスターエナジープレゼンツ d 1グランプリ オールスターシュートアウトようこそここ今雨降るお台場特設コースお越しいただきましたなんか寒い感じで皆さん縮こまってますけれどもねこの雨もうまもやむんじゃないかなと思いますしこの寒さもですね 飛ばすそんな熱い走りがこの後行われるんではないかと思いますんでぜひ最後までですね本当に元気よく見ていただきたいなという感じもいたしますけれども今年の d 1グランプリシリーズは実はここ平成最後のお台場からね皆さん最後ででございますよいいますすよねこの最後のお台場からここ d 1グランプリがやはり始まるというところで皆さんのお越しを本当にお待ちしておりました。 ということでこの大会も私実況鈴木学ですよろしくお願いいたします。<laughs> ありがとうございます。あのその中途半端なホラガイみたいなことやめていただけますかそれ。ポエって服ならちゃんと拭いてくださいねバリノさんよろしくお願いいたしますもはいさそしてですねこの大会いろいろな競技もございますが実際に走るということとともにゲストとして ね、来ていただきましたお二人ご紹介したいと思います D1 グランプリの中のレジェンドの二人ということになりますまずは去年をもってですね一応競技人生は引退ということになりました引退してからすぐにまた復活してこのお台場で走るというこの方野村健です皆様こにゃにゃちは、えー、引退して早い4ヶ月もう復活しました <laughs> 北です今日は楽しくやりたいと思います <laughs>、はい の今日のね、朝は175センチぐらいあったんですけど、きょうより寒くさに縮まっちゃって、ずっとこんなもんです、大体、そんな175もあったことありませんから、大丈夫でございますから、どうかよろしくお願いいたします。さあ、そしてもう一人、この方でございます、実は本当はこの方もですね、えー、競技人生はもう引退してるんですけども、その引退式等々をやり損なってるという状態で、ね、だから実際はこの方と一緒に走って、 2人ともにね、ちゃんとした最後の走りを見せていただかなきゃいけないということでお呼びいたしました、熊久保信さんでーすおはようございますあのなんとなくフェードアウトしたんですよね。右腕からあの姿を消したんですけど、はいあのー、車の運動はやめたわけじゃなくて、ですね、はい、ちょっと頑張ろうと思って、実はダイエットもしまして、今日のう,ん、おそうなのこの場のために、はいえー、15キロを痩せてきました。本当ですか、はい それは今やってるあのダートダートラのためでしょう<あ>本当はそうです <laughs> あのー。 ね、あの現役時代はプレッシャーからやっぱ食べちゃうんですよねなるほどねどん中もなるほどね。いっぱい食べちゃったけどどうしてもねこれからはねはい。あの楽しめるんで楽しめるドリフトで平成最後って言いましたけどはい。まあこれまたまさにはい。最後の、そうですねあの二方も最後のはい。最後の最後の平成最後の二方のあのレジェンド追走も今日やっていただくことになりますんでただねはい。ちょっとちょっと練習走ったんですけどはいどうしたしちゃったんですか 時代遅れドライバーも時代遅れだし乗ってる車も2007年で使ってた今持ってきてるんでまあ時代遅れ角度はつかない力ないねもうもしかしたらどんな走りなのかちょっと分からないかるんですけど先ほど GR スープラ見ましたよねもうあれと比べたら大変な違いがあると全然もうね十何年ですかちょっと時代遅れなんですけど走るね そうの見せ方は時代遅れは違うというところを二方が見せてくれるというところでそうですよね今日は私たちのためのイベントですから違いますみんなこれから全世の連中が出てくると思うんででも心配なんです本当に老体二人と車も老体なんでいつ壊れるかわからないんでなんとか最後まできっちり走り抜いてほしいなとこれとにかく去年できませんでしたからぜひそれを皆さんにお見せするということになりますのでぜひ楽しみにしていただきたいとともに解説等々もどうかよろしくお願いいたします。 さあというところとですね先ほどもアンベールいたしましたけれども実はこの大会はですね このドリフト競技のパイオニアである D1 グランプリと、そしてモンスターエナジーがタッグを組みまして、実際にこういった大会ができるということになりました。そしてその中の一つの大きな柱として、その GR スープラが世界に先駆けて、皆さんの前でですね、このドリフト仕様の車が走るということになりました。そしてそのドライバーはもちろんですね、モンスターエナジーの斎藤大悟選手というところ、どういった走りになるのか、そういったところも含めて、いろいろな この後の競技がございますね。いつもの単相追走もあります。そして、レジェンドのこれ追走もございます。大丈夫？も,もうではなくが赤が,がです。はい、大変失礼いたしました。いいしそれからですね。新しい競技としまして、ショットガントーナメント。 これちょっと雨が降ってこれ路面も濡れて大丈夫なのかなという気が本当にドキドキしてますけれどもえこちらもありますそしてさらにはえ第1部に関しましてはえドリエンのライブなんかもありますしそして最後フィナーレはですね団体ドリフトで締めようというところもございますのでどうかですねこんな天気の中ではありますけれども本当に温まる走りになるんではないかなということを期待しておりますので。 ぜひですね皆さん最後までこの第1部楽しんでっていただきたいと思います。おお二方もどうかよろししくお願いいたしますというところと、えー、後ろにずらりと並んでいる方々はもちろんですね今日無料,無料ブースもはじめ皆さんも行けるところなんですけどもブースの中で、えー、この大会を一緒に盛り上げてくれるレースクイーンの方々でございますはいいいよろししくお願いいたします。 そのマリノさんの笛は直した方がいいですねそれはね本当にねはい逆になんかホエーってなっちゃってましたからねはいというところでございますさあというところで今日のこの大会まずは第一部戦う選手たちの登場でございます改めて皆さんにご紹介してまいりたいと思います さあゆっくりと登場してまいりました今日はいつものゼッケンではございませんカーナンバー1をつけるのは昨年度の D1 DMAX ンンリシリーズチャンピオ S1 号横井雅史ですそしてその後ろもう登場してまいりましたやはり今回は180ということになりましたゼッケン2番チームトヨタイヤドリフト川端ですそしてゼッケン3番をつけるのはリンロンドリフトチームオレンジユークス s 1号2 j z 末永直,直人ですオレンジのマシンから白いマシンになりましたそしてゼッケン4番をつけるのはチーム森北岡悠介そしてゼッケン5番のチーム東洋タイヤーズドリフト180藤野秀之ですそしてゼッケン6番ですチームアリー・アマミヤ K&NRX7 は松井幸紀ですそしてゼッケン7番の登場黒いマシーンバリの ICM レーシング畑中慎吾です そして赤いマシンの S15、ゼッケン8番です。チーム,チームバリの絶対セスレーシング、上尾克弘。そしてその後ろ、ゼッケン9番です。東洋カラーのこのマシン86、チーム東洋タイヤドリフト86は大チャポンです。そしてゼッケン10番です。チームベルテックスバリのサンマルソーラー、上野隆。博そしてその後ろ、ゼッケン11番をつけます。 リ,ンロンドリフトチームオレンジユーくつコアシンマサノリこれ熊本さん2体全く同じなんでよく分からないです、はい、分からないと思いますはい <laughs> そして続いてゼッケン12番ですグッドイヤーレーシング AST 時田正義カラス号の86ですそして続きましてその後ろゼッケン13番です クワットハイブンレーシング GR スープラは登場してこないというところですが、斉藤大吾選手が乗っております、そしてその後ろ、ゼッケン14番です、日英レーシンググッドライド S1 号、久々復活、寺町邦彦、そしてゼッケン15番です、チンバリの N スタイル、アライブ・フナッツ、S1 号に乗るのは中村直樹 さあそしてロータリーオンこの男も久々に復活してまいりましたゼッケン16番リードレーシング FDRX7 平岡秀夫ですさあそしてレディース組3人のご紹介まずはゼッケン17番ピンクのマシーンチームバリのピンクスタイル S13 に乗るのは高木美希ですそしてその後ろ赤いマシーンですゼッケン18番です マーキュリー写楽人バリの下田さやかそしてその後ろしんがりゼッケン19番ですチームケースナイン泡のらぎです以上の19名そしておさらには。 このマシンで今日レジェンドが戦うあれって本人たちが驚いていてるというこのマシン34スカイラインに乗りますユーラ 34ER34、ER、34野村健のマシンゼッケン3番をつけてるマシンですが今回ゼッケン20番としてそしてその後ろゼッケン21番ユークスチームオレンジエボナイン2007年に使っていたそのマシン熊久保のみ選手が乗るそのマシンそのものと。 いうところで本人たちがちょっと驚きというところで以上の19台プラス2台のレジェンドマシンのご紹介ということになりました。はい、さあそれではというところで最後に一言ずつじゃあ熊本さんからこの大会に向けてお願いいたします。はいえー まあ、もちろん私たちも走るんですけどやっぱりねあの、そう言いながらやっぱあのこの現役の選手たち、えー、開幕前の、ねはい、プレシーズンとしてはあのかなりいろんなドライバーを探るための、うん、なんだかんだ言いながら、ね、あのバチバチ火花が散ると思うので必ずあの最後の方は熱い走りが出てくると思うので、はい、期待してください、はいはい分かりました、野村さんも一言お願いします、はい、なんか今見たらカラーリングが違ったり、車が変わったりそうですねね変わりました、ねね、トップ選手なのに、うん、なんか違う番ンになったりとか。はい チーム変わったりタイヤがわっめんどくさいのであい楽しみにしていただきたい <laughs> 分かりましたはい、野村 <laughs>、はい、さんの車ばかり変わりましたけれどもねはい、わ、ね、かりましたよろしくお願いいたします、はい、さあというところで始めてまりたいと思いますモンスターエナジープレゼンツ D1 グランプリオールスターシュートアウトぜひ最後までお楽しみください さあとというところで路面の方がまだウエット状態というところではありますけれどもまず最初のグループがグループコースインそしてこのあと1本のウォーミングアップとそして単走は1本勝負と1本大なんですね、はい、というところでこのモンスターエナジープレゼンツ <laughs> 1> d 1グランプリオールスターシュートアウトまずは単走、この19台の走りからそして当然上位8名が追走に進出できると。 いうところでここ実況席先ほどご紹介いたしましたゲストのお二方野村健さんそして熊川野口さん来ていただきましたけれどもこれお二方は先ほどもうちょっと走りましたけど路面はいつも使ってるとこよりバンピーではなく割といいんですが今へどうでしょうやっぱりこれかなり滑る状態と思っていいですかねここはもうツルツル天ですかの練習走行走ってますからラバーが結構乗ってたさっき練習走行走ったけどはい 今日気温が低いいんでですすごいグリップしたなので、うん、これグリップしてラバーが乗ったところに雨降っちゃったんで、うん、やっぱり滑る状態もうる、氷ですよねまだ中途半端な状態ですもんね、はい、これがね、はい、この辺が、まあ、降ったりやんだりというところでやはり、ただいつものですね、はい、野村さん、あお台場のコースよりはどっちかというと、そうストレートが長く、ちょっと速いし、ね、速度ではないんで、はいはい、まあ、 あの思い切ってアウト壁際も攻めていけるのかなとは思いますけどまあでもねいきなりこの路面変わるとちょっとビビるですよねああそうですよね野村さんの身長もね1 6 0ンチ以下になってしまうという <laughs> そう,そうさっき測ったらそうでしたね <laughs> それ前からそうですなんんでで前からそうですって言ってんだよそそうでもないんですよ <laughs> あそうですかさあそしてですね まあ基本的な D1 的なこれ、熊本さん、はい、コースだと思いますけども、コースの特徴って、なんかどっかありますか、ねはい、そうですね、まあ、ストレートが短いんで、うん、なかなか、車速、乗せきれないので。はい ちちょょっっととの侵入が難しいですかもリアができれない可能性が基本的にはギアによってですけど大体2足ぐらいでそのままいけちゃいますもんねほとんどみんな2足だとそうですよねでそのままの状態でずっといくか1を落とす人いるかもしれませんけども大体2でずっといけちゃうよレジェンドは4足ぐらい使ってるだけじゃないですかさあというところでどうやらウォーミングアップが終了ということになりまして。 あ、これが第一グループのウォーミングアップですね。はい。さあ、まずは。この鉄拳八十八番をつけるのが、高木美希。高木美希、そして下田さやか、阿波野木如月という。とこ食べ寄せをどこを使うからです。そうですね。はい、はい。あの、です。 今日の,あのブリーフィングでも審査員はやっぱりその壁際、はい、あの来る方が高得点は出るとただその持ってき方とかどこでえそこに寄せるのかでその寄せたらその後はどうするのかこの辺が大事ですよね。ねあのーまあ、さっきちょっと走ってね、はい、時代遅れな私たちからするとどうしても点で取られてしまうんですよ。うんね、なるほどまね一瞬壁にっってまたこうちょっと縦 あの縦のラインでのの角度をつけてアウトをつけた瞬間からその旋回をその角度でそのまま持っていく,ていくと,いいくといそれがやっぱ現代の取り人なのでそれがまあ誰がねこの状況で出してくるかっていうのが面白いと思うんですけどね, <はい S 2> ねでもそこは熊本さん車の進歩ですよ。車の進歩にもうついていいてけないんです <はい S 2> <laughs> さあというところでウォーミングアップが終わり。 日本勝負というところで今これ今ね ですよね。僕もあの僕も一歩目だと思ったんですよ。僕も一歩目だと思ったのに、ずっとオンアップって言われて、一本今終わったんですか、もしね。これはもう大丈夫ですか、本当に。驚きましたね。これ点は入ってるんですね、ちゃんと。入らないですよね。さすが進う大変失礼いたしました。ですよね。もう僕もオミガポーオエてるからなんでだろうなというところだったんですけども、得点としては九十七点零五。はい。あの しっかりよろしくお願いいたしますね皆さんね大丈夫ですか本当に行きましょうねもう <laughs> はいさあというところで最初のグループ2人目ということになりますゼッケン18番の下田紗也か女子なんですねそれでは参りましょうカーナンバー18下田香ライトシリーズでも昨年度、うん、ベスト16進出ポイントをゲットしてここ数年で一気に腕を上げてきた えー、先ほどの高木美樹はもちろんレディースチャンピオン D1 ライチでもいいところ行っている1人さらにはこの赤いマシーンさあスーッと角度をつけながらこの逆に滑る路面をうまく使ってうまくコントロールるですねコントロールはしている状態ではありますああ割と割といいラインを通ってい、ね、きましたよね,いねはい このの滑る路面の割には角,度い角度つけながらちょっとぎくしゃくするかなと思いながらも、はい、まあまあまず,まずまずいい状態で、はい、先ほどの玉木幹1本97.05上、うん、回ったんじゃないですかちょっと超えたと思うですよ、うん、さあどうでしょうか下田沙やかあ97.50です確かに上回りました97.50は悪くない得点というところだと思います最初のグループ1本目さあ続いてまいりましょうガイナンバー19 淡の如月さ,さあ今クレスタースタート地点ゆっくりと動き出したこの淡の如月も2ンライツシリーズからそしてこのお台場でのずっと飛び込みは若干速度がちょっと乗り切なかったところがあったか小さいところを回っていくまだまだこの滑る路面思い切って飛び込めなかったかなという感じが。 ん、抑え気味になりましたかね熊本さんね今ねでもこれが普通か普通かそっか逆にねこれが普通やれるもんならやってみろという感じですねこの路面であれですからねになるほどなるほどそっかそっか当たり前と思っちゃいけないしねあの四方田の走りは走りはかなりいい方だというところそしてその前の高木に至ってもまずまずという今の路面の一本勝負という ところかららしたらですよねす確かにねもうさあまずは最初のグループそしてこの得点がととといいうことになると思います,とす、ね、やはり飛び込みの,そのスピード感それから創部大任命のラインこういったところで、えー、今日はですね審査員2人が 2>、はいえー、山田英二上本久志この両名によってですね あの機械を使わずに人間の見た目の感覚の得点をつけていくということになっていまして単走2グループ目が入ってまいりましたまずはゼッケン3番末永直人そしてその後ろ北岡雄介松井ゆを畑中慎吾というさあこの4台でありますこれ末永直人選手としても熊子さんロンの一応デビューですよね <うん S 1> これがねさらにはリンロン そして今年はバリノというところ、こういったところの新しいメーカーが、この d 1グランプリシリーズ、入ってまいりました。はい、でも、チームオレンジって結構長い、ずっとやってて、はい、白になったのって初めて,です、ね、初めて見ましたね、なかなかね、それで全く2台が一緒の状態ですからね。はい この西永直人選手と高橋マ則選手のマシンがエンジンまで同じになったんですね。もう一緒になりました。そうですもんね。高橋はもう去年の V8 からは、2J に変わります。あの熊子さんオーナーですからわかると思いますけど、まああのね高橋選手のエンジンがまあよく壊れてましたね。壊れるね。本当にね。本当にもその辺ですかやっぱり 2J の方。そあのやっぱ 2J の方がね。ですよ。はいいんじゃないかと。なるほどなるほど。 さあというところでまずはウォーミングアップ1本目ということになりますね1本のウォーミングアップそして1本勝負というところからいたしますとさあこの辺は逆に逆にあれですねこういう滑る路面でちょっと抑え気味で飛び込みながらその後とは壁際を行くのは割と今分かってればやりやすいやりやすいないですかという状態かもしれませんただけですよねですよね ただ、それはもちろんですねタイヤの温めやいろんな状況もちゃんと把握した中でということになるんだとは思いますが、はい、さあ赤いマシン,チンモリ、このマーク2、北岡悠介、この北岡も今年は相当活躍するんではないかと。 いうふうに思われてる、あの、本人自身も、今年の目標は d 1グランプリのシリーズの中での優勝、はい、やっぱり、はい、やる気満々ですね、はい、ストリートリーガルのチャンピオンが、やっと今年まあ、そこまでは来たと、去年もね、ずっといいとこいましたからね、まあ、まさに今、あれですよね、ストリートリーガルの時代が、うんまね、今、大体、ね、いい上の方には、はい、はい、さあ、そして松井ックス RX7、RX はい、今回は去年、のそのマシンというところ。 2ローターの,この600馬力以上のマシンではありますがロータリーのあこの不足をね解消トルク不足を解消するにはもう4ーローターしかない、はい、今3ローターでやってても3、はい、ローターでも足りない4ーローターもうおむすびいっぱい並べるわ <laughs> <laughs> もうどんどん増えていくという状態で松井選手なんとか6月ね それが間に合えばというところではありますが、さあそして北海道からの参戦は、去年まではハトワイブレーシング、今年からはですね、また、はい、あの自分のチームというところで北海道のチームにね、えー、戻りまして、ただマシンとしましては基本的に同じ、このマシンを使ってでの、さあ、この畑中慎吾選手、去年は初シリーズでの優勝もありました。まあ この畑中選手もめきめきここ数年でね、うん、そうですね一気にきたですね上がってきた選手のうちの一人、はい、さあウォーミングアップを終えましたそれでは参りましょう単走第2グループですナンバーーンナバさあ赤点とそして KT 今スタートしていく白いマシーンこれが末永直人の一本いいスピードだスーッと手前から。 いい角度をつけてくるちょっとカクカクッと振られたところもありますが大きなアングルをつけながらスーッと回り込んでいく回し込んでいくさああとこの辺からは早い切り返し SG そして最後の角度を追い込んでいきたいところこの辺のスムーズさがどうかというところですが、うんまあ、基準にはなりませんね,うね、はい、そうですねある程度の基準なんかギア比要所要所もあってならって感じしますよねちょっと苦しそうなとこがありましたね ちょっとスムーズさに欠けるような例えばドスですとちょっと厳しいかなみたいなところももしかしたらあったのかもしれないところは多分路面が滑るんで低いギアで走った方が車が安定するんでドライバー的に精神的にやっぱ低いギアで走りたくなるんです,で,す、ねはい、でもそうすると動き,動きがなりますよねオーンによるね絶対的にさあそれでも得点は出ました98.25というところまずまずだと思います さあ続いてまいりましょうカーーナンバー4北岡優介さあ赤いマシーン北岡祐介のマーク2今スタートしていきました今年からバリノに変えてさあどんな走りを見せてくれるかスーっと,ちょっと振り出しはかなりア思い切った振り出しじゃない <laughs> しかしこの後の角度と追い込み状態 こういったところからちょっと小さくなっていったかさあどうでしょうかそして最後の切り返し強引に振り返していく <laughs> うーんちょっとよーしよーしよし、はい、ね 多分末永の走り見て、北岡選手の走り見た。路面が結構ね、うったりね、うん、あのグリップしたり滑るところと滑るところ差があるんじゃない。ですか非常に難しい路面になってるかもしれない、はい、ただ思い切った飛び込みがちょっとできなかった感じが。そうですね、北岡選手の方が、ね、ちょっと安牌で決まった、ね。はい。あのいわゆる我々がよく言うぬるい。<laughs> ぬるいという。まあでもね、見てる時は。ぬるあ、<laughs> また。<laughs> そう、また。言うけどねえと、対話的にはね。ええ、ということで、九十七点九零です。 やっぱり若干低いところ続いてまいりましょうさあナンバー6松井ゆきおのアレックス7今水泳のマシンずーっと飛び込んでくるうわあ戻った,っ戻った、ね、沖縄の戻りちょっと入れ込みすぎた、えー、若干 フロントタイヤがちょっと冷えていたか何かちょっとおかしな動きになって戻り気味の状態の飛び込みは大きなる原点が入るでしょうこれいわゆるねドスでいうとこの一石は今の失敗気味で引かれてしまうんでしょうねあ,あいう場合もね今日の人間の心配委員ももちろんそういったところ飛び込みに関しましては今の戻りというところはちょっとね 大きく引いてくるんだとは思いますけれどもこれ一発勝負だからねもう一本で、ね、終わりですよ、ね、やっぱりはいコーナー近辺がやっぱまだらになってる、ねえー、となると北岡選手みたいな飛び込みっていうのはある意味正解とも言うんですね,ですね、はい、ああいう状態がね、はい、さあというところで得点96.65です伸びなかった続いてまいりましょうカーナンバー7畑中慎吾 さあ、畑中慎吾今黒いマシンがスッと動き出したどう攻めるか畑中の1本ずーっといい角度をつけてくるさあそれをうまく持ちこたえた持ちこたえた角度は深い状態だディープアングルちょっとミドルライン的なところはありましたけれどもそれでもいい角度を保ったまんまそこ,この振り返しブレークコントロールしながらなんとかその姿勢を保って今フィニッシュ 相変わらず勢いはちょっとありそうなそんな感じの角度の付け方そして持ち込み方こういったところがさあどこまで点数として評価されるかまあ悪くはなかった、はい、ちょっとねあのこ<れ>じんまりしちゃっただけでそれでいいスピードがあったんで若干ちょっと小さくなったかなというところありましたが98.00ですやはりいい走りというところこれ98点以上ならば OK というところですね、はい さあ98.00というところでこのグループ終了今のところ98.25さあ末永直人選手がトップそして2番手に畑中慎吾98.05というところで第3グループの登場ということになりました VR 搭載の S15 は上尾克弘選手そしてその後ろからカラーリングが変わりました大茶ポンポン選手のチーム東洋タイヤディレクト VR386 そして上野貴博の このベルテックスパリノ・ソアラさらにはゼッケン11番リンロンタイヤに変わりましたこの小橋正則さ<あ>新鮮ですねなんか今までおいしかったのが、ね、だいぶ変わりましたね、うん、まあ上野選手あたりもシリーズに入ればこの RC を投入してというところでまた変わってくるんでしょうけども全、はい、は色が変わったりカラーリングが変わったりねえポン選手も変わりました そして上尾選手も若干変わりいろいろなところも実は中身もね、うん、やっぱりこのシーズンに向けて今回の大会に向けてでもいろいろ変えているとテストも兼ねているところもありますからね,、はい、あからねさあというところでまずは1本ウォーミングアップは VR 搭載のこの S15 上尾克弘がどういう走りをしるのか。 相当あれ熊本さん、はい、アンチラグを聞かせたそうですかはい、えー、ねえ。はい 簡単に言うとどういうことですか、熊本さん本来だったらサイド引いたととか、クラッチ切って、回転がストールするじゃないですか。そうすると、次、つなぐときに、ハンクラを使って、回転上げなくちゃいけないんですけど、アンチラグがついてることで、勝手にクラッチをほとんど使わずに、回転がキープされてるクラッチを離すと、もうすでに回転がキープされてるんですから、すぐにサーボが効くようです。というね、新しい装置を野村さん、よくね、ラリーとかね、サーターでは使われてて、左足ブレーキを使うカテゴリーの人たちは、 クラッチはまあ右足をクラッチじゃなくてブレーキで使いたいのでアンチラグでそうですねはいだからこれもドリフトにも相当有効であるいやかなり有効だと思いますただそれはあまり使いすぎるとちょっと負担が負がかかるよというのは負担もありますねさあそしてこのお台場といえばやはりこのソアラというところで逆の意味ですけどね何が逆にねはいこの車もレジェンドだと思うんですはいあのその通りでございますはい。 サンマル・ソアラプラス上野弘っていうのはもう本当にこの車含め全然レジェンドでございます上地、はい、は本当はここじゃなくて、はい、レジェンドの方で走ったの我々と一走んないと <laughs> いや本人は鉄人って言ってます <laughs>、はい、レジェンドではないと <laughs> いうところさあそしてカラーリングが変わりましたオレンジの車からこの白いリンロンカラーに変わってきた小橋正則 もうまだ若干25歳ぐらいなんですけども、はい、もうすっかりベテラン、うん、はいもうドビニスト歴は10年超えてあの昨日もその話したんですけども大体13年ぐらいかなっていう話、うん、いくつからやってんだっていうこれはちょっとミッションか今くるぐるって言ったですよねはいまあ実はですね 今日までに、うん、末永が2回デフが壊れて、うん、昨日と今日で、<え>で、で、えー、小橋が、うん、さっき朝一でドライブシャフトが折れて、で、今また何が壊れて、ね、あれ駆動系がたま駆動系、今のも駆動系っぽいですね。あら、はい ちょっと心配ではありますが今の動きからすると野村さんちょっとなんか怪しいですね野村さんが去年よく会ったようなよく折れたですねよくね野村さんの車がああいう風な状態によくなってああいう時の気持ちっていうのはどうなんですかムーンな気持ちムーンなしょんぼりですよ中でそれはそうですけどこれはちょっと 熊久保さん、はい、まずそうですね,ですねちょっと走れなそうですねはいさあ,あ,あ大丈夫ですねそれでは参りましょう単走3グループ1本スタートですカーナンバー8上尾勝さあ赤いマシンがセットされ1本勝負 赤の VR 搭載上尾勝弘いいスピードからだいぶ手前から引いてあちょっとふらついたちょっと手前から引いてったところからちょっと戻り気味ずっと巻き込んでこういったところが非常にパワーのあるマシーン1000馬力まで出せるということを言っていましたけどこのコース大体いかいるのは600馬力ぐらいじゃないかという感じで言っていたこの S1 5ちょっと飛び込みのふらつき ここの原点とというところ、しかしそれ以外はこれ晴れだったらこれ真っ白になりそうなそんな一本ではありました上尾克郎、97点台という,うまあ真っ白をイメージして結構高めのギアで走ってたんで逆にここまでねグリップ食っちゃうという、はい、逆に末永がちょっと低めのギアでも、うん、ちゃんとこう回っていくあたりが、ねうん、そうですねい さあというところで97.05やはり97点台でした続いてまいりましょうさあまた再び対価でやってまいりますこの VR386 を搭載したこのマシンがちょっと角度がつききらない状態をうまくコントロールしながら持ってきたさあちょっと小さいラインに入ってったこのポンのポンの VR 搭載86 パワーはあるマシンそしてこういった路面も非常に得意なところではありますポンなんですがさあちょっと今この路面で扱いにくそうなそんな感じ思い切った飛び込みもできませんけねドライバー的にはね、シーズンオフがないんでポンちゃんタイですからタイに冬はないですあの1月2月イベントも競技もありますもんね。で先週も多分大会出てたん ドライバー的にはかなり仕上がってると思うんで。はいはい。<laughs> はい、うわ九十六点九零です。これはちょっと伸びなかった続いてまいりましょう。カーナンバー十上野貴博さあサンマルスワラ上野貴博もうクル車自体はもうリップロールで ずっと角度をつけてきたわりときれいな状態だずっと角度をつけた角度がいいただちょっと真ん中あたりかちょっと真ん中あたりかそれでもきれいな角度をずっとキープしたままこういったところのぎくしさく感がないところがこの人のうまいところきれいな運び方どうでしょう いいただ、ちょっとライトが小さかったというところ、さすがに新入ね、攻めれないですよね、ちょっとわからないところありますもんね、はい、乾いてるところもあり、ただ走りとしてはその後非常に角度をキープしたまま、綺麗に運んでいくあたりは、さすがベテランと,と、長いこと走ってるんでね、はい、上野貴十97.85です、97.85というところで、4番手に入っています、北岡雄介の下。 上野貴弘が4番手に入りましたさあというところであどうやらこれこすいません、はい、あのレジェンドのお二方走るんで準備,えっと準備お願いいたします、はい、そしてゲスト交換でございます、はい、ありがとうございました期待しちゃダメですいやいや期待します <laughs> いい走りお願いいたしますね <laughs> はいありがとうございました馬子信繁さんそしてですね野村健さんそしてさらにはゲスト交代で一人ですねはいどうやら なんか今トップをキープした状態なんで来<れ>たんですか今？あ知らないで来た。来ました。知らないで来た。知らないで。お疲れ様です。あの優遇とトップだから来たのかなという感じだったと思うんですけど今98キングトップです。まま<れ>簡単に言っちゃいけない。危ない。危ないですよね。怖い。<laughs> 本当に、もう俺はいつも簡単に言いますから。もう言う,言うのは簡単。やるのは大変。<laughs> これ今路面やっぱり難しい状態これねここかも多分僕走った時と今とまた違うからその通りその通り難しいちょっと様子を見て飛び込みたい感じなんですよですからちょっとぬるめでこう見ながら入りたいんですけど割と思いっきり飛び込んでましたよあのウォームアップでちょっとやってみてつんだんでなるほどいうところただその後の若干ですけど車の動きがちょっと ちょ尺と,というところがあって、そ,ねはい、そこが引かれたぐらいかな、はい、ちょっと僕、あの昨日からトラブルが続いてて、はい、もともに練習、走れてなかったんで、やっと走れたって感じで。なるほどはい あととちょっ心配なんですが小橋選手がそのトラブル続きの中の1個が出ちゃったみたいながはいいう感じですよねはい心配ですただこの路面はとにかく今難しい煙出ますもんね煙出てますねこれはさっきよりも全然乾いてますねやっぱりね乾いてますねもうほぼドライに今度近いでもドライでもないそんな感じ基本的にセナナオ選手は2足僕は気圧的には全部2足でさっきは走りました シフトダウンも途中はなく、はい、しませんでしたなるほどはい。さあというところからこのグループ時田正義寺町邦彦中村直樹平岡秀夫今トップはナ永直人98.25そして2番手に畑中慎吾98.053番手に北岡祐介97.904番手が上野貴弘97.85そして5番手に下田沙也加が97.50と。 いうところでこの前行きますとこれ残りそうですね、はい、さあ久々登場は平岡秀夫です平岡秀夫選手はですね2007年か8年ぐらいまでは d 1グランプリシリーズも出ておりまして2006年に鈴鹿でちゃんと d 1グランプリの優勝も逆走の時ですねはいそうですそうです経験しているというベテランの選手で n a o 選手もよく ねはい、してますですよね、はい、最近はもう対戦してないですよねしてないですねちょっとやってみたいといういやー怖いです<え> <laughs> 先輩なんで、はい、ね、はい、もう本当大ベテランですからねキングダムでの昨年度のシリーズチャンピオンど。いうとこだそうですがさあそれでは参りましょう単走4グループいきたいと思います。カーナンバー12ドクター正義 さあ時田昌嘉、今日は自分のマシンではなくこのカラス号、カラス86、このマシンを使って、ずーっと飛び込むのは、まあ、時田選手らしいその飛び込み方、あ,あそこからちょっとちょっと足りなかったかな、小さいところを行った、そこからここの、まあし込みはどうかな、なんとか行き切ったところではありますが、まあ難しいということは置いといてですよ。はい と伸びきらなかった感じかなという気がするんですがライン的にそうですよね上本さんこれですとだから7点台というところあの飛び込みからそしてそのラインあ7点もいかないか6.6596.65ここは伸びきらなかった7点ちょうどぐらいかなという感じかと思いましたけどもねさあ続いてまいりましょうカーーナンバ 寺町彦さあ久々1年ぶり復帰ということになります寺町邦彦はチームを変えてこのグッドライドの s 1号からさあ寺町の久々の男気あるその飛び込みはおっとーうーん今の状態フロントが。 振り,振り切れなかったんですね,ね<え>で振り切れなくて、その後振り切れない時はフロントがうまく引っかからなかったというか、ちょっとやっぱりグリップ出てなかったんですかね、そのフェイントが失敗した感じですかね、今のはそうですね、あと、はい、結構やっぱり気温、ローンも低いんで、実は僕も走る時フロントの接地感、ちょっと薄かった感じで、はい、まあそんな感じでしたよね。はい ですから後ろにい、うん、かなかったっていう感じですよね、フレーズにね。ウォーミングアップあるんですけど、はい、あもう一周ぐらいウォーミングアップ欲し、ほしいっていなふうなで、なるほど、そうなりますけれども、はい、ここはちょっと60点、大失敗ということになった、これでは通りません、続いてまいりましょう、カーナンバー15、中村直樹さあ、この男も戻ってまいりました、今年のシリーズ、台風の目ということになるんではないか、ピンクのマシン、中村直樹。 と角度をつけてくるいい角度だいい角度ださあどうだいいラインでいっているいい角度そしてそのキープもここはまずまずさあこのまま最後までいくとこれはどうやらせいだが直人の今トップの得点変わりそうかなどうでしょう いいですね。いやもうちょっと言ってくださいよ。もうちょっと。通ってるところ。はい。なんか似てるんじゃない。はい。いいラインが通ってましたけど、角度とそのスムーズさは多分僕は言いますけど、西長直生選手より上だったと思います。というところで得点。九十八点九五。トップ。やっぱ路面が良くなってきた。いや路面のせいじゃないじゃないですか。直生には負けたくない。そうですよね。さあ続いて参りましょう カーナンバー16平岡秀夫さあこのまたベテランです平岡秀夫この2ローターパワーが少しないということは言っていたアレックス7をどう持ってくるかずーッとアウトラインに押していくところはうまいところを見せているやはりどんな路面でもどんな車でも乗りこなすというもともと天才肌のその平岡のその走りこういった路面もやはり苦手とはしません 持てるものの、まあ、出せるものは出すというところがこの人ですからね <laughs>、はいはい、そういったところではある程度点は取ってきた、そんな感じ、ちょっと合わせ込みもありましたけども、あさあ、そしてこの実況席には上野貴大さん、現在5番手、すごい走り5、はい、5番手の上野さんもここにやってきましたけれども、さあ、そして今、平岡選手が97.30です、97.30。 1>, どうでしたかね、1コーナーの振り出しかもしれないですね。はい そこのもうちょっとあのその前の中村選手から比べれば、はい、やっぱり振り出しのパンっていう感じはちょっと足りなかったというところはあるかもしれませんが清永、はい、直人選手が抜かれまして現在トップは中村直人選手98.95 <laughs> ということになりました2、えー、番手に清永直人98.953、えーえー、番手に畑中信十98.054番手に北岡祐介そして5番手に上野孝寛さんが現在5番手というところで。 まあ先ほどの非常にスムーズな走り上野さんらしいその持っていき方というところで上野さん大丈夫ですか今電源入れて聞こえました、はいえー、上野さん5番手,5番手なかなか上野さんらしい走りしてましたよ それ馬鹿にしてる?。違いますよ <laughs>。でも、ねえなおさん、一言も馬鹿にしてなかったですよね。<laughs> はい。はい、本当ですか?。はい。後で見ますよ。上の先生のうまさいということをちゃんと。はいあ。さすがじゃないでね。はい、ベテランですね。はい。出てきたです。<laughs> さあ、というところで、いよいよこれが。最終組、そして、この最終組がすごい。藤野秀幸、川端雅人、横井正二、斉藤大吾。 そして斎藤大吾選手、今日はアンベールしたその GR スープラなんですけども、そのあのセレモニーの時に出てこれなかった、なんかやってたんで、ちょっと心配ではあるんですが、そういうことになるかどうか、そして、藤野選手、川端選手が同じカラーの180、これ、藤野選手は 2JZ、6等のエンジン、川端選手は SR、中国で使っている SR。 はい、DM で引き離したなお<あ>さんのが早かったぎたやつそうですイイイイエエさあそして去年のチャンピオンですこのこの人は何も変わらないぐらいそのタイヤそれから車、はい、こういったところはほぼ変わらず去年のチャンピオンのいい走りそのままに今年のシリーズを戦いどこまでいくか、はい、というとこですがちょっと一言で言うと横井選手の良さっていうのはどうですか 折れない心折れない心 <laughs> なるほど折れない心でしょうさあそして GR スープラ大丈夫だ登場してきたこれが最初の競技ということになります最初の単走このスープラが上野さんはいスープラ、はい、42日間でできたそうですまあまあだねいや RC いつできるんですか 来来年年 <laughs> まだでもでもね、はい、その大変さ知ってるじゃないですか、はい、すごいですよいやすごいですよここ,で今この走りねはい <laughs> さあというところで見てまいりましょう単走5グループまいりたいと思いますカーーナンバー5藤野秀さあチーム東洋タイヤーズドリフト藤野秀行 この180でのその走りもう完璧にドライ状態でいい角度だスーッと角度をつけてきてちょっとこの辺りから小さくなっていったものの回し込みそして角度こういったところの良さは相変わらずださあ振り返しスーッと振り返した状態からの立ち上がりどうでしょうか悪くは見えませんでした若干あとラインぐらいかというところそのドライですね完璧にドライですねはいいいな今の見るとね ナオスさんそれから上野さんの時もちょっとまだ難しい感じがねそうですね、はい、だまだウェットです、はい、さあというところでどこまでいくかというところですが97点台ですかねあ97点85だ後半ではあると思いましたけれども5番手上野さん6番手ですやばいね大丈夫です、はい、さあ続いてまいりましょうカーナンバー2川端雅人 さあ、1AT 同じカラー川端雅人今度は SR 搭載4気筒のさあ川端がスーッと角度を受けてきたーここはちょっとか振り出しの位置がちょっと手前だったか奥のゾーンまでは飛び込んでこれなかったいい角度いい振り出しこういったところは見せたもののちょっと小さいとこいっちゃいましたねラインが小さかったはい。 振、はい、り出し位置、もうちょっと奥にしたいって簡単に言いますけど、今のはちょっと、もう、ギリギリでしたから、これ、相当大きな減点がされて、これも97点台と、そ,ね、その後の走り、角度を持っていく方は悪くはないんですけどもね、はい、やはりちょっと位置があまりにも悪いかなというところで、どこまで減点されていくか、そしてどういった得点が出てくるかというところ。

この男は何なんだどんな飛び込みを見せるんだこれは大きな得点大きな減点にはなるもののこのお闘技あるその走り見せるということに関しては拍手すい拍手拍手気持ちが伝わってきますねこれねこれ減点はされますよ、はい、あんだけ当たって戻れば、はい、ただあの飛び込み尋常じゃないですよそうできないですよねできないですあもしかしたら失敗かな いやんなことないと思いますね。狙ってますよね。狙ったって言うと思うんですけど、ちょっと多分行き過ぎたんです。本当はぶっちゃけた話をするの。それは当たってますからね、実際ね。だから行ってからはやばいと思ったんです。多分今ね、ちょっとアクセスから時間かかった。そうですね。はい。いやこれはでもね、それをやろうとするやっぱりさっき折れない心あの人の折れないですね。この強さはあってもこれは武器ですよね。まあそうですね。やっぱりね。 非常に大きなやっぱりこの人の武器になるんじゃないかなとだからあれが要するにい,いつでも一か八かじゃないですけど思い切っていける、はい、だから逆に言うと成功すると誰もできないような走りになるというところに行くわけじゃないですかです、ねはい、上野さんなんかもう大体その路面やその車のもうちょうどいいところをちゃんとギリギリまで行かないギリギリのところで,、はい、で出し切るとなんかね学さんが言うとなんかちょっとばかにさすんでね <laughs> やっぱり今,今のは半々でいいそうでしょ、はい もう顔がにやけてるもんね今のは半々でいってみました <laughs> はいはいさあというところあこれで97.75ですからぶつかんなかったら何点で、ね、いやこれは当たらなかったら99点台というところにもちろんもういってるんだと思います、うん、当たりの戻りがちょっとありましたからね,ねはいさあというところで続いてまいりましょうカーナンバー13斎藤大吾 さあいよいよ出てまいりますこれが最初の一本ということになります GR スープラ斎藤大悟どんな走りを見せるのか本当にできたておやおやその GR スープラのその走りいやいい角度をついたけれどもちょっとまだ止まってくださいないいやそれでも思いっきり踏み込んでいく腕でとと最この GR スープラ初めて見るそのトリフト白煙を打たしながらずっと立ち上がっていくいやキッチンいったー これが GR スープラの走りだすごい。かっこいい。かっこいい。かっこいいですね。なんか見ちゃいますね。かっこいい。ただちょっと飛び込みでのところの位置はありましたけども、も、はい、その後の角度や追い込み方、この辺はおそらくまずまずというところか、7点後半ぐらいですかね。得点は出そうな、っっね、はい、そんな感じはいたしますが、ト、まあ、よくトップ8に できたばっかの車でね、新車ですよ。<laughs> はい。ああしかしどうだ届かないか斉藤大吾97.25だ。97.25後半出るかなと思いきやこれは届かずというところでこれでトップ8がどうやら決まりました。第一中村直樹98.95 第です末永直人選手見事な位置98.25第3位に畑中慎吾第4位に北岡祐介第5位藤野の秀行第6位上野貴大したものです素晴らしいと思いますそして第7位に横井正史そして第8位になんと下田紗弥香あの最初の濡れた路面の状態で走り切った状態でこれ97.50残りました9位平岡10位斎藤大吾11位上尾勝弘こういったところの上ですから 非常にすごいところではないかと思いますそして12位に高木美希13位にポン14位今津井由紀15位時田正義16位川端正人17位あの木更木というところが並びましたけれどもいやということでお二方はそうなりますとこの後追走と、はいはい、いうことになりまして、はい、トップ8の追走トーナメントでの、えー、素晴らしい走りこのままの路面がいいですねできればねこのまま降、はい、らないでほしいそうですねはい っって言って言るとままたポツポツ来た来りしますす嫌で,す嫌ですよはい分かりました、えー、それではお二方本当に素晴らしいツイスト期待してますね頑張っていただきたいと思いますさあというところで単走の方は終了いたしましたさあいよいよこの後スタート地点にはどうやらレジェンドの2台が並んでいるというところでどんな走りになるのか待ちたいと思いますああ さあいよいよまず単走終了追走までの間このレジェンドの二方登場ということになりましたまあもう末永直人、ねはい、選手それから上野さんはまあレジェンドみたいなもんですけども、はい、本当に。 そうですね、本当にね2001年からずっと戦ってる一人ですからねもうほとんどこの領域には入ってますけどもあの人より出出ててまます、す多分もんね、だから鉄人ということでレジェンドじゃないということは申し上げておきましたのでちょっと車がレジェンドなだけでねその辺は RC に変わりますから何とも言えませんけどもお二方にとってもやっぱり偉大なる選手でありというこの d 1のやはり最初の世代を作り上げて引っ張って てきたすさまであることは間違いないとアメリカも言いました。 そ2006年の、ねはい、アウィン・デールで、はい、本当にあのチャンピオン争いをかけたこの2人たった1ポイント差で熊久保選手がチャンピオンになったと熊久保選手にとってもそれが最初の、ね、シリーズチャンピオンでしたから非常に大きく、はい、そして野村選手は2位というところまで行くんですけども、まあ、あと1ポイント差で泣くというのは、ね、なかなかあるもんじゃないですからそういったところを含めて過去もです、ね、シリーズでは。 6勝と5勝でほとんどやはり変わらずこの2人というのは常にいい戦いをもう繰り広げているというところではあるんですけれどもそのこのレジェンドの2人の戦いをですね野村健選手の昨年の引退式の時にとにかくやりたいというところがあってそして車あれ持ち込んいたんですが野村選手のですね ER34 が走れなくなってしまってどうしてもこのレジェンド対決ができなかったと。 いうととこころででかこのお台場でまた再び再び現もうこの世をやらないとこの2人もちゃんとやめきれないというところはね <laughs> ありますんでね別にやめろとは言ってませんけどもね、はい、あのレジェンドカップっていうのは別にやっていこうと思ってますんで、はい、だから早くあの,、まあ、あのシニアクラスみたいなもんですから <laughs> 早くあの上野さんも来なさいっていう感じだと思いますけどもね <laughs> やめた人から出れる,出れるんですかそうあのシリーズの方をねもうね、はい、僕ね。一郎が引退ししたでしょはい あって思っちゃってそうですよねだって同じぐらいの年でしょそう2個しか買わないそうでしょ大体ねはい。なんでさあというところでこのレジェンドの2方、この2人が久々ですよだからちゃんとこういう形でね、でエボナインの方が2007年に使ってた車ですからそのまま残ってたんですねそうですそのままはい。基本的には そして ER34 はもちろん野村健選手ずっと乗り続けてきた途中は86という時代もね、はい、ありました3年4年ぐらいあ、ね、さあというところでウォーミングアップを終えて赤いマシーン野村健選手が今スタート地点ちょっと戻されたところですがどうやら野村健先行後を追いオレンジのマシーンこの熊熊久保信繁というところで2人の走りがさあいよいよなんとかきっちりと 行えればいいなというところはありますが何が起きるかわからないという感じでさあゆっくりとおおお、まあ、本来、あのこれちょっと都合があって赤になっちゃいましたけど本当は2006年の時のカラーリングに戻したいなということを言ってたんです。けど ただ、なかなかちょっとそれができなかったのだけが残念かなということは言ってましたけどもね、確か,確かその時は2006年はインプレッサでしたからね、はい、はい、g d b ですね。さというところで、レジェンド対決、改めて皆さんにその2台、そしてお二方、紹介してまいりたいと思います。ーーーーナナンンババ20 21野村健 vs くまくぼのぶ信繁さあまずはゆっくりと先行の村健そして後ろから熊久保しげオレンジのマシンずーっと野村健の後ろからどうだって寄せていくことができたうか近いところ入っていくさあ熊久保信繁ぐっと入っていく赤いマシンのその懐さあ逃げていく野村健それに対して熊久保がずっと差し替え抜きたしリにところ危ない危ない危ないなんとかいったー いやーこれが往年のこの2人の走りうーんまずはこれ路面自体も非常にまだあの、はい、本人たちはこの路面をね、はい、乗ってないですから先ほどちょっとウォーミングアップ、はい、確認したところではありますがさすがにぶつけるわけにはいかないというところで、はい、どこまでいけるかと思いましたけどまずまず寄ったところさあそして入れ替えの2本目 2> まずは今度はオレンジのマシンエボナインがそして後ろから ER34 野村健がこのエボナイン自体自体はこれ直木さんはい今時の車のいろんなこう新しいあれではないそうですね当時の仕様なので、はい、ですよねはい、はい、さあどうやらセットできたというところで入れ替えの2本目参りたいと思います さあ両者昔ながらのアイコンタクトそしてスターター三浦ともに今動き出したオレンジのマシンゲームラインそして後ろからさあ野村健のイい争いをシューッと寄っていくさあキッチリといい位置に入っているチ入っているミダメダ状態だ入っている入っているオレンジの横えーっと寄せ寄せていく寄せていく寄せていくさあどうだ心抜きさせてギリギリ,リおー, <laughs> おー入っていくおおおおお これ、さすがに野村健選手のほうが現役がぎりぎりまであったというところと、それとですね、最後はあの恋っていう感じで、駒子選手がちゃんと待ってましたね。い,いやというところでの一本一本、これは今、勝敗としては、これ。 審判員がつけるということになると思うんですけどもこれどっちが勝ったかの結果判定はねこれ出す入れるんですねちゃんとね出すんですねさあどうでしょうかおさあ出ました 15.514.5あこれ勝ったのは野村健ということになります いやー、サドンデスになるかと思ったんですけどもね、はい、残念ですね、本当に。もう一回やらせるはい。まだ、まだ、<laughs> ほら、お願い、お願い、本人たちはやらせろ、ジェスチャーしてますけどもね、はい、これね、本当。いやー、これ、時間の都合なのかな、できないんでしょうかね、た分ね。見たいですね。いいやーそれぞれぞの一本というとうころで どうやら終わってしまうということなんでしょうかあ<お>違ちがうねあ<れ>んちょっと待ってくださいねえだってみなさん見たいですよねまだね、はい、おこれね今勝負はついてますけどもちょっと待ってくださいラブラブなんか言いましたね何か何か今セットしてる状態そこに持ってく違うかな まさかやるのかな、この2人全然こっち来る気ないですもんね、そうですね、ここ、われわれの方うはもう終わりでここで紹介で終わりで挨拶一言ずつっていうのがね、いわれてますけども、本人たちはその気ないですね、全然ね、全く車から降りる気がないですね、もう終わりで結果発表で挨拶ってならばヘルメット取ってますよね。 走るわがままな意固地なベテランですねこの二人もねスタート落ちて見習お見習なきそんなのは嫌だというやだやめたくないはいねまだ有功だと思います。あさすがにやめましたかねはいあれあれ違いますなんかこれ見覚えがあるみたいなこれおやおやおれ辛いちょっと待ってくださいはい。 やりますねこの2人 2> まだやってないのにこれどうやらショットガントーナメントのスタート位ーですよね上野さんね,そうねさっきで言たやりましたねどうかやるんですかこの2人が 2> やえだってそれで勝負をもう一回つけると<え>今の追走はもしかしたら野村健先生ちょっと良かったとはいそうです、ね、じゃあこれでというところさあこれ、ね、この後やる ショットガンのその走りができるのか、はい、いきなり練習もしてないでさあこのベテラン2人ができるのかそれぞれを違うコースに分かれてぐるぐると3つの円を回って最後また同じ位置に戻ってどっちが先にゴールするか途中は対面が3回3回,3回ありますこれはチームオレンジの2人でやるならばもちろん分かりますできるかもしれないですけど。 これ一応勝負として、はい、これまだ練習もしてないと結構危険ですよね。そうですね。でもこの位置はどう見てもショットガンの位置なんで、はい、はい、多分やるんではないかと、はい、いうことだとは思います。おおやる気ライのその二人ライト点灯。ライト点灯。ライトああ大丈夫なのかこの二人。<laughs> いやあいきなりでのおそらくもうとにかくやらせろという降りないその感じから、<laughs> こっちはこっちで時間ないからもう終わりと <laughs> 言っていたのにもかかわらず、さあ。 どうやら A コースと B コース、野村県赤い,、えー、赤いマシンの方3、4が A コースで、多分んまっすぐ来てから左に行き、はい、ずっと左回りを 3, 3つの円、この赤い円があるんですけども、はい、これを、えー、それぞれ回っていく、はい、そして、えー、熊本選手の方はここ行って右に行き、ずっと右回りを3つの円。 でそれぞれぞ同じ距離を回るんですけどもいいですかこれですこれが A コース、はい、これをずっと左にまずこの1個目そしてこの2個目、はい、これを回ります、はい、そしてこの最後を、はい、右に回ってフィニッシュ地点に向かうというところ、はい、これ1人で回る分には単独で回る分には何にも問題がない。はい 非常にそしてこれが B コース、はいはい、オレンジのマシン、熊本選手は B コース、はい、右回りです、ここを右に回ります、1個目、そしてこの、はい、共通するここの円を、あなるほど、もうすでに外回りで、外回りで、ここを大きく回ろう。ということは、中に野村選手が回るんだということをちゃんと分かった上そして最後のこの周りを回って、 で最後同じととこに来ると今それぞれやってますけどこれ上野さん合体すると途中3回ガチンコ当たるところがそうすると2台ともいなくなっちゃう可能性が <laughs> こさあというところでこれ練習しないでもう行くしかないというところさあセットされましたこの後行うショットガントーナメントこの走り はいそれでは回りたいと思います A コース野村ケン VSB コース熊久保信茂さあ赤点といきなりのこのショットガンどういう走りになるかさあまずは野村健。そして熊久保信重が分かれていくず、えー、っと回っていくところここまずはニアコロマズタケよ。きれいにクロス そしてイン側の村アウトがよく残るこれもきれいな対面、そして野村健の後ろをかすめていったさあどっちが前に行くかこのあと小さいところに回っていくとことが分かるぞこれはきれいにフィニッシュお見事 すごいすごいねこれ上野さんたちの練習でこんな走り一回もなかったですよそうですねこれ今どっちが勝ったぐらいかわからないぐらい先に入った方が勝ちというところなんですが今のは若干熊久保選手ぐらいそうです、ね、っていうことは追走とこのショットガンで言えばこれまたイーブンですねもうねイーブンいやー いやいきなりできるもんですねすごいですねさすがすいはいいやさすがであります皆この2人がゆっくりと回ってまいります皆さん今一度大きな拍手をお願いいたしますさすがベテランさすがレジェンド <laughs> 練習もしないでいきなりできるというところは本当に素晴らしいそういったところがベテランの味ね<ー>、えーえー、はい ーーーいや吹奏とアトシショットガンそれぞれの走りを見せてくれたということになるこの2人さあ一言ずつまずは野村健ねえあっ ブリッツがついたこの昔のまずはこのスーツに戻っている<お>そして熊久保、信繁両者いや、皆さん改めて大きな握手をお願いいたしますいや、素晴らしい走りでした、この戦いは追走は野村けんそしてショットガンは熊久保、信繁ということで皆さんやはりイーブンでした <laughs> <laughs> ということは、レジェンド対決、まだまだ続きます。続き <laughs> いやーということで、本当にどうもありがとうございましいやいやいや、というところで、本当に素晴らしい走り、レジェンドとしての、ベテランとしての走りを見せていただきました。 モンスターエナジープレゼンツ d 1グランプリオールスターシュートアウト予想外なレジェンドマッチを見せていただきました。さあというところでこのあとは本当にいわゆる、えー、ショットガントーナメントも行うということになりますけれども。はいはい えー、それまではしばらくライブ等々もございますそしてこの、えー、実況席お二方、はい、ありがとうございましたありがとうございましたいナオさんでしたありがとうございます、はい、お二方は追走進出なんではい。ぜひ、えー、素晴らしい走りを期待しておりますはい頑張りますはいどうもありがとうございましたはい、ありがとうございました さあとというところでコース上はいよいよですねこの後新競技でありますショットガントーナメントやり方はですね先ほどレジェンドの2方やっていただきましたのでスタート位置も変わります若干前に来まして3つの円をですねそれぞれすべて回りまして右回りなら右回り左回りなら左回り途中3回ほど対面する場所がありますけれどもその辺はそれぞれ両者対戦する相手同士にですね決め事 多分どうなるかそれ間違えると本当に証明しようとするというところにもなりますけれども今のように本当に素晴らしい今の本当にですね熊久保選手、野村選手の,あのショットガントーナメントのそれぞれの走りは見事でしたよ本当にね練習を見る限りですねこの後行う本気の戦いにおいてはあんなような走りはございませんでした、ねねえー、ですから本当にあの大変なことになる可能性もありますがまあ大丈夫でしょうね。 多分ね路面の方ももうね濡れておりませんしなんとか綺麗に避けながら、えー、どういった競技になってくるかとにかく先にですねチェッカーを受けてフィニッシュした方が勝ちなんですがとはいえ途中ですねやはりドリフトが戻るふらつく、えー、もしくはもう大きなコースアウトするということになりますとそれは審判員が見ておりまして審査員のお二方がそれぞれ A コース B コース、えー、分かれて見てますので。 1、えー、一つの場所につき1秒加算という形で基本はあのチェッカーどこまでタイムは測ってます A コース B コース実はそれぞれ、えー、タイムを測っておりまして見た目は先に入った方が勝ちなんですがもし途中に戻りがあるとドリフトしていないというところで加算されますと最終的にはタイム勝負ということになりまして。 いよいよ対戦4組という予定だったんですが先ほど、小橋選手がですねトラブルで今、修理中走ることができないということで3組の今日、これ土曜日一部はですね3組の対戦そして勝ち上がったのが3人ということになりますがそのうちタイムのいい2人で決勝戦を行うとまずは勝ったのが3人出ますけれどもその勝った3人も今度はタイムのいいものが3人と。 いうところで決勝戦ねそのうちの2人が決勝戦1組目北岡祐介藤野秀幸そして2組目上野貴大上尾勝弘3組目が寺町邦彦中村直樹という3組勝ち上がってタイム順での上位2名がいよいよ決勝戦ということになりこれでこのショットガンの優勝が決まってくるということになるわけですがさあ どういう走りになるかは本当に先ほどのようなあんなに綺麗なですね見せるような2人のまあツイン状態にはならないととにかく対面するところで昨日の練習からしましてもですねお見合い状態というところでドリフトが戻るどころか完全に止まってしまうというところもありましたそういったところをどう取り決めしながらいくかどうかと。 ということにもなってまいりますがさあ1組目、北岡雄介、藤野し幸2組目、上野貴大、上尾克広3組目は寺町選手ではなくここは畑中慎吾選手中村直樹という3組の対戦ということになります。 さあとというところでどうやら赤いマシン、北岡選手そして東洋カラーの藤野選手が今、スタンバイセットされてそれぞれまずは1周のウォーミングアップというところぐるっと回っていきます。 さあもちろん1台で回るというところでは何も問題はないんですがこれが2台になるとここも対面するところそして最後も対面ではありませんがここでも行き過ぎますと2台がもうサイドバイサイドでゴールしていくという状態にもなりますさあこの対戦相手は 2JZ 搭載の180 2017年度の d 1グランプリシリーズチャンピオンでもありますこの藤野秀幸選手こういったところこういう走りも非常に速いドリフトというものを持っているだけに藤野選手の走りも十分に期待ができるという感じもいたしますがさあ今 赤いマシン A コース北岡祐介そして東洋カラーの宇治秀行 B コース今ウォーミングアップを終えてセットされましたそれではショットガントーナメント一組目まいりましょう A コース 北岡雄介 VSB コース藤野英之さあ赤点灯そして消えてスタートというところこの戦いまずどうなるかまずは最初にずっと藤野秀之がいいダッシュを決めたさあそして旋回していくそれぞれ右回り左回り赤いマシーン北岡そして東洋からのまずは藤野が先行した状態でアウトを回ってインガーを北岡インガーを北岡回ってさあ最後の回り さあ,あどうだほぼ同じかほぼ同じかちょっと藤野が有利かちょっと藤野が有利かさあどうだこれは藤野だー今じゃあかかったのは藤野秀行この辺の旋回の速さドリフトの速さいいところを持っている28.53秒というところのタイムが出ておりますおそらく審査員もちろん今ドリフトでの戻りこういったところの限定はないと いうところでこの28.53というタイムがそのまま使われることになりますさあまずはきれいに回っていきました終始スタートから藤野が若干リードしていたかなそんな感じがありました藤野秀行非常に速いドリフトこういったところを持っているまあマシン的にもね えー、4枚のこの北岡選手のマシンとそして180、運動性能、こういったところがどうなのかなというところはありますが、もちろんこれ腕が相当大きく左右するそんな形、そして2組目、上野貴博、三ンマルソアラ先ほどの単走でも素晴らしい走りを見せて堂々と6位というところでこの追走進出を果たしました、この三ンマルソアラに乗ります、鉄人、上野貴博。 去年度からずっと参戦この d 1グランプリシリーズ今年が19年目ということになりました上野選手そして片や2002年度の d 1グランプリシリーズチャンピオンですそしてストリートリーガルでもシリーズチャンピオンになったという経験からまた再び d 1グランプリに戻りそして去年からこの VR 搭載の s 1号非常に軽量でかつハイパワーな そのエンジンを搭載したこのマシンで去年も非常に暴れまくるそんな戦いがありましたけれどもこういった競技ではどうかというところ両者タイヤは一緒バリのを履いた状態で今赤いマシンもセットさあこの両ベテラン2組目ショットガントーナメント参りたいと思います A コース 上野貴博 VSB コース上尾克弘さあシグナル消えて今スタートしていくスタートは上野が若干遅れたかさあ上尾克弘はかいまししかしこの旋回でちょっと上尾克弘ミスもあったさあスーッとくるところだここはちょっと町が入ったぞさあ上野貴大がイン側そしてアウトが上尾克弘 最後の周りでどうだこれはほぼ同じだぞこれはほぼ同じだぞさあ逆に上尾克弘が先行するかどうかいやーギリギリのところ上尾が先行か若干かさあどうでしょうかここはギリギリのところこの旋回は今途中上尾勝弘選手がちょっと待ったというところここは引きました逆に引かなければ本当に当たってしまうと。 いう感じでもありましたけれどもここは上尾選手が引いたにもかかわらず最後先にゴールしてったのはギリギリ上尾克弘選手というところになった2組目さあいよいよ最後3組目どうやらセットされましたそれではショットガントーナメント3組目あ先ほどのまだ タイムが出てませんかまずはウォーミングアップに入っていこうというところこの3組目畑中慎吾そしてその対戦相手はもうこのショットガントーナメントも勝つ気満々の中村直樹の対戦ということになります A コースまずは左回りをこの畑中選手がそして B コース 右回りを中村直樹選手が、さあ、中村直樹先ほどの単走では第1位通過、98.95という素晴らしい得点を出して、まずはトップで、そして今年のシリーズから久々復活という形になり、台風の目と言われているこの中村直樹ショットガントーナメント。 1一つのポイントとしてはちゃんとコースを覚えられるかどうかというところにありましたけれどもまあこれだけ簡単であればさすがの中村直樹もおそらくミスコースはないでしょうこのコースでミスコースがあったら大変なことになりますさあやはりどうやら先ほど勝ったのは上尾勝弘選手で28.50というタイムが出ております。 さあそれではショットガントーナメント3組目回りたいと思いますココース畑中ース,ース中中慎吾村直樹あ赤先頭そして消えていやちょっと遅れたこれはフライング組中村直樹ずーっとまずは先攻中村直樹がいく そして今クロス状態そして対面はイン側に畑中アウト側に中村直樹が行ったさあ最後の最後の周り今のところ同じような形かいや中村がちょっとリードか中村がちょっとリードかさあずっッと最後どうやら中村がリードして今チェッカーただし若干今のフライング気味だったんではないかというそんな気が しないでもないんですがまあ審判員がいますからねおそらくそこは何もなかったということでありますとタイムは早いな27秒48って出てましたねものすごい早いタイムが出ておりましたけれどもさあどういうことになるか。 見た目としましては、確かに中村直樹選手というところでしたけども、ちょっとスタートしきれなかったというところが畑中選手にありまして、そこでちょっと遅れた分、さあ、どうやらやはりそのまま勝負、あり、見た目通りというところで OK、27.48という素晴らしいタイムでどうやら勝ち抜け。いやということで決勝戦、どうやら決まりましたね、タイムで言いますと、中村直樹選手と上岡克弘選手の対決と。 いいうこととになるんだと思いますさあこうなりますとどうやら早いタイムの方が A コースになりますので中村直樹選手が A コース上尾克弘選手がどうやら B コースというところでの決勝戦ということになるんだと思います。えー、勝った藤野選手が28.56秒これわずかの差で 上尾選手に遅れを取りまして決勝戦はタイムでいう勝った3人のうちのタイム上位2人ということになりますので中村上勝選手のどううやら決勝戦ということいこになりましたタイム的にはちょっとぶち抜けた感じで中村直樹選手がこれ本当になかなかこの辺のコンマ何秒っていうのは見た目では難しいかわからないんですけどもね。 ということは今、畑中選手もあの出遅れた割には最後のフィニッシュの逆らいたしますとタイム的にはそんなには悪くなかったというところなんだと思いますがもちろん見た目通り勝ったのは中村直樹選手ということになりましてまあ、こういった小技といいますかねちょこちょこした走りもうまいと。 いいうこととになるんだと思いますぐるぐると回るのも早いし思いっきり飛び込んでくるのも早いしというところで今年の本当に中村直樹選手は、まあ、シリーズに関して言うと面倒くさいことになりそうなそんな感じではありますけどね楽しみにはなってまいりましたよ。さあいよいよショットガントーナメント決勝戦まずは中村直樹このピンクのマシンがセットされてということになりますそしてその対戦相手が上尾克弘選手。 この辺はバリのタイヤバリバリバリのこれ両者同じタイヤも一緒この旋回ではどうなんでしょうかね内圧とかも気にして考えてやっぱりセットしているんでしょうかさあ中村直樹選手とそして上尾和弘選手がまだこちらの方には登場してきておりませんがベテラン上尾が 今年のシリーズをかき回そうというこの中村直樹どう対戦するか、もちろん追走ではないんですが、このショットガントーナメントの中も、一つのやはり指針にはなるのかなという感じがいたします。どうやらこのマシンで今年の d 1グランプリシリーズを戦うということを言っておりました 2JZ 搭載のこのピンクのマシン S15。 俺が今年のシリーズを戦うそのマシンだというところを今回も持ち込みまして今年のシリーズ d 1グランプリ6月の29、30つくばサーキットから始まってまいりますけれどもどういったシリーズになっていくかその1つ、この中村直樹選手がやはり台風の目ということになるのは間違いないというところだと思います。 中村直樹選手、まずはこの A コース、ずっと回っていきます。今、一瞬考えました、どっちに行くのかなというのが一瞬分からなくなったんではないか、そんな感じがしないでもないという感じでしたけど、もう適当に回っていると。 いう状態で何の練習にもならないんですが多分んタイヤを温めるだけだったんだとは思いますけれどもさあどうやら赤いマシン VR 搭載の今日は若干パワーを落としているというところフルパワーであれば1000馬力オーバーのこの S1535GTR のエンジンを搭載したこの軽量の S15 上尾克弘選手 今年ももちろん上位を狙ってということになると思います。最終的には昨年度上尾和弘選手はランキング第10位というところトップ8、9には入ることができませんでしたしかしもちろん今年はまず優勝をかけてそしてシリーズも上位をかけてこのマシンで戦うというところで今年に向けて去年よりもだいぶ。 前後バランス、重量バランスを考え直した状態で作り上げてきたということを言っておりました非常に細かいところのセッティング、そういった、もしくは重量バランス、こういったところをうまく整えて2019年度のシリーズを戦うということを言っていた上尾克弘選手、さあその横にはシリーズの台風の目、中村直樹 このショットガントーナメントでも負けると非常に面倒くさいことになりますのでなんとかしたいベテラン上尾でしょうさあどうやらセットできましたショットガントーナメントいよいよ決勝です A コース中村直樹 VSB コース えーー勝さあシグナル戦闘そして消えてスタートを両者一緒ださあ煙が出ながら上尾克弘はリードするかさあどうでしょうかまずは旋回最初の周り中村直樹 若干前がここまた上岡次郎同じように待つ。さあ上岡次郎が待つ。アウトライン、そしてイーナインを中村直樹が行く。さあ最後の旋回はどうだ。これもほぼ同じかいや。や上岡若干リードか。若干上岡リードか。さあどうだ。ギリギリ、ギリギリ。立ち上がるところ。これはわからない。いや最後ちょっとふらついたところで抜かれたかな。これこの地点からではちょっと。 ゴールラインがわからないんですけど、今、チェッカーを受けたところでは、若干ちょっと横向きすぎた上尾選手が、まだあれ、届いてなかったですよね。いやーということで、どうやらタイムは出てますね、先にも 27秒12いやさらに先ほどの走りを速くなってどうやらこの男が先にチェッカーを受けたということでタイムが出ておりますいやこれで勝負決定ということになったわずかの差おそらくコンマ何秒最後ちょっと横向きすぎたところでおそらく逆転したんではないかそんな感じではありますけれどもショットガントーナメント決勝戦 いや素晴らしい両者のギリギリの走り、もうコンマ数秒というところ、勝負つきました、今、両者、この実況席前、皆さんの前に登場、中村直樹選手、そして上尾克弘選手が、それぞれ今、ヘルメットを脱いでというところで、それでは結果発表ということになります、ショットガントーナメント、ギリギリわずかの差、優勝したのは、中村直樹選手。 おめでとうございます、中村選手、一言お願いいたしますあ,ありがとうございます、最後ぎりぎりでしたけれども、はい、なんかコース間違えそうになりました <laughs> あのー、この新競技なんですが、これはまた追走とは違った難しさがあると思いますが、勝因は何でしょうか、あ,あのー、コース間違えないように走ることです。それだけで勝ったとというところ バリのタイヤのグリップが良かったですね。えっとそれは相手も同じだと思いますけれども。はい、はい。じゃあうよさん。はい、最後先に行ったかなと思ったんですけどもね。はい、はい。ちょっと向きすぎ横向きすぎた感じでした。あの中村君からチームオーダーでちょっと横向きもらって<あ>いいですか。なるほどね。はい、ここは中村選手に譲ったと。<laughs> はい、今日は。ありがとうございます。 ありがとうございます。今回は今回は買う,うですよね。あの <laughs> あシリーズでも戦うことになると思いますけど、この両者、はい、もシリーズでは容赦はしないとそうですね。さっきもですね。はい、クロスするときにですね。はい、ちょっと一瞬ためらったんですよ、ねあ。でも譲りましたよね。うおさんね。そこは。 ぶつかかりりたくないいんでで大人ですすらありがとうござまじゃあこの戦いはちょっと中村選手に譲ったと。というところでショットガントーナメント見事に、えー、最初の戦いこれ優勝したのは中村直樹選手でした。 <laughs> はい、というところで、まあ、どこまで本気なのか、ね、ちょっと分かりませんけれども、まあ、基本的にはでも負けたくないという方々ですから、ねえー、本当は勝ちたかったというところだとは思いますけれどもね。はい さあというところでねこのショットガントーナメントもちろん今日2部も行いますし明日も行うということでねより精度が上がってよりぎりの戦いが見られるんではないかなと思いますけれどもねまあ我々が予想した途中でクロスでのガチンコなんていうのはやっぱりないというところでさすがだなという感じは見せていただきましたさあというところでショットガントーナメントも終わり あとは準備はですね、追走トーナメントを待つばかりというところなんですが、その追走トーナメントを行う前に、いよいよドリフトエンジェル、ドリエンの登場でございます。はい、さあというところで、コース上、また再び走りに戻ってまいりますけれども、いよいよですね、この後は追走トーナメント、トップ8の走り。 ベスト8追走トーナメントという形でまああの通常シリーズですとベスト16からということになりますが今日はベスト8からという形なのとあとですねまあシリーズ通常の戦いとは若干ルールも違うところはあるということなんですがまあドスを使ってないということもありますので先行者このまず判定基準を 審判員がもちろん自分で決めてそれに対して後ろがどうかという。 10、10という形でつけていく、だいたい先行者が7ぐらいの走りかな、7ぐらいというのは97点ぐらいの走りなんですけれども、7ぐらいの走りかなという走りに対して、えー、よりいい後ろ後追いができれば、7、8、7、9とかいう形になりまして、えー、前走者も後追いもどっちもですね審判員が決めた形の中で、2人が決めていただき、その平均で、ランクで入ってくるということになります。それからですね、えー、ベスト8最初 最初の4対戦のみはですね、これ、サドンデスはございませんので、その先行者のランクの違いで勝敗を決める、もしくはそれが同じであるならば、単走の順位で決めていくと。 いうことになりベスト4決勝戦はもちろんサドンですすが1回ずつある予定とななっていますなおですね、タイヤに関しましてもシリーズとは違いまして、まあ時間が許せる限りですけれどもね、ベスト4に行った方、決勝戦行った方、もうどんどん使いたい人はもう変えてってもらうというところで変えて、えー、変えるのは自由ということになりまして、先ほどの単走19人で一本勝負を行いですね、その上位8名が今、 1>, えー、1位8位4位5位2位7位3位6位という単走の順位での組み合わせが決まっておりましてこのトーナメントラダーが通りにいよいよ進めていくということになりいよいよこの追走の戦いからもまたお二方、えー、レジェンドのお二人に実況 <laughs>、えー、席に来ていただきました。よかろうううあ,ありがとうございいます <laughs> あのもうね先ほどのはい お二方の実装と、それから、あの、なでした。ショットガントーナメント、握手で笑い合ったん素晴らしい。あのね、なんかやってないですか。この後のショットガン、やったじゃないですか。競技はちゃんとね、やりましたけど、あれより二人の方が全然いい。よかった。もう本当に。さすが髪は違うね。あの、練習走行も実はしてないんですよね。あの、さっき。 で走ったじゃないすかあれが初めてあのショットガンのコースを走ってこれの意図もちゃんと理解した上で2人がそれもギリギリで最後ほぼ同時でここすれ違う時もねあんまり外側行かないで行かないあというとこ行こうかなとねお互い野村さんもちゃんと見ながらいや見てるわけないじゃないですか我こそは先にゴールをというね <laughs> じゃあくまゴボさんが合わせながら <laughs> そんなことはないと思いますけども <laughs> そしてまあつに関しましてはねやられましたねやられましたかまあ最後はねまさあ来なさいっていうぐらいもしてましたしね常、ね、に開けてね。あのー 今時のタイヤってすごいね。あ、そっか。あ、あれ川本さん林論タイヤ。林論を履いたんですけどそっか。あのセーラーたちは1キロとか、まあ8ぐらいでエアを履いてるよ、ね。パンパンにします、ね。今今3.5 <laughs> まだ食いますね。まだグリップ強いんで。すごいんさっきピットに戻って、次4.5って言ったら、はい、すいません、エアゲージが4キロまでしかなくて。<laughs> そんな面白い裏話、川本さんしなくていいんですけど。本当にね。うん が出ないんですでもまあパワーがねないとね全く馬力ないぐらいなのでですよねそれだとちょっと辛いっていうとこがあるんで今どきのはハイグリップな状態にそしてハイパワーこれ両立求められますからねさあということでいよいよここからは追走これどういうことになるかまずはですねなんかちょっと野村さんあの中村直樹選手がちょっとノリに乗っちゃってるんですけど大丈夫ですかね大丈夫なんじゃないですかれは あのー、単走でもさっき結局、清ーナオ樹選手を超えて1位、うん、1> そして今のウォーミングアップを見る限り、もう怖いものなし状態で、最のコーラーの車速が尋常じゃないですね。で、さっきショットガントーナメントでも分かりました、はいうん、彼、旋回の進め方早いですでこれはもちろんタイヤもありますし、はい、乗り方、はい、そういったテクニックもあると思います。さあ というところでいよいよここからはベストレート追走トーナメントまずは一組目、この中村直樹・下田さやかの対戦が両どうやらセットされました。カーナンバー15中村直樹バーサスカーナンバー18 田さ,やかさあ今シグナルは消えて今スタートしていく先攻中村直樹そして下田紗弥を遅れていくこれは早いぞ、ね、ものすごい角度とものすごい勢いで飛び込んでいくそれに対してなんとか下田さやかこのトップ8には残ったもののこの中村直樹相手にそれでも最後は入っていこうというところ最後頑張ったね、はい 最初の飛び込みこそ話されましたけど、これ、下田も、はい、このコース、こんなところでね,ね、始めたと思いますけどもは、はい。女子ですよ、女子、はい。だってさっき19人いて8人しか通ってない、あと残りの11人は、その、はい、女子に負けたんです、負けたんです、ですね、負けたんです、はい、負けたんです。<laughs> いやというところで、今のはそれでも若干、中村直樹の方が走りとしてはいいということになるんでしょう、9、8、先行での9ランク、そして後ろ、8。 ワンランク中村直樹リードというところまあまあという、まあ、そんなものですかね,、うん、すね今の飛び込みはちょっとね、はい、あれは中村直樹尋常じゃありませんでしたのでねあれをね前にやらちゃうと、はい、後ろはねそうですね、はい、何もなんかちい、ねはい、見ちゃいましたからね、はい、完全にね、はい、さあというところでアドバンテージ中村直樹先行で取りましたこうなると誰が相手であろうとも、はい 後追いとして中村直樹どんな走りをするかさあ加速がしきれない状態でもずーっと寄ってきた寄ってきた近いところ入っ,た入っ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 たギリギリのところギリギリのところサイドバイサイドぴったりとくっついているさあこの辺のコントロールは難しいと抜き出しの状態でギリギリかすめたうまいこれは取った 教えた通りですねレジェンドの2人が築き上げてきたところがあっての今中村なんですえ今のはもう完全に殿様商売ですね殿様ですねもう全然これ勝負ありベスト4進出中村直樹ですいやでもね中村直樹にこんだけくっつかれても動じなかった下田がすごいすごいね。 ミスなかったです。ミスないんですよ。普通ね、あんだけ疲れれば気になるよね。これ下田選手もちょっとあの年々なんかね、あのレベル上がってますけど、今年ライツでもまた戦うと思いますけども、それなりに来そうですね。いや、んじゃないですか。あと意外に強い心臓を持ってるんだなっていうでしい。D1 のグランプリ出てもいいぐらいの選手も。こんな中でやれるわけですからね。はい。これ大したもんですよ。はい。これあの D1 の山口だったらヘロヘロなってますから。 なるほど。個人名そうはっきり出さないでくださいでも間違いないでしょその通りだと思いますもう舞い上がっちゃって舞い上がっちゃって多分相手が中村直樹だとかそうなっちゃう例えば斉藤大吾選手とかそうなっちゃうとみんな舞い上がっちゃってこういう中でやるのはねどこでアンダー出しちゃったりねそうですよね確かにその通りだと思いますしかし野村さんはい。 やっぱりねあの引退やめてもう1回シリーズなんて思いましたけどああいう中村直樹選手みたいなのが出てくるとちょっとやっぱり考えた方がいいですねいやまさいけるね <laughs> 失礼いたしました、はい、失礼いたしました全然あのぐらいまあいけるでしょもう本当に知らんけど <laughs> 知らないんじゃないですかもう <laughs> いやー、すごい走りを見せてくれました。さあというところで、まずは一組目、中村直樹これは当然、下田紗やかね、まあでも、それでも頑張ったと,、はい、というところでございま、頑張ったです、はい。さあ、そして二組目です、単走第4位、北岡悠介赤いマシーン、そしてその後ろから東洋カラー180、単走第5位の藤野秀幸選手。 さあこの両者もこれシリーズではおそらく今年も何回かいかい,、ねはい、いい戦いで行うんだろうなということが予想されるそれを見据えた走り、えー、対決ではないかなという気がいたしますが、はい、さあ北岡雄介森パーツオフバリノマーク2対するは東洋タイヤ180藤野秀之東洋対バリノというところでどういう走りになってくるかウォーミングは覚えて。 セットされましたそれでは参りましょうカーナンバー4北岡祐介 VS カーナンバー5藤野秀幸さあ赤点灯消えてスタートしていく まず,はまずは北岡そして後ろから藤野が狙っているスーっと寄っていきたいところはうまく合わせるこういったところの後から合わせる非常にうまいのを持っている藤野秀幸しかし角度をつけて逃げていきたいところですがぴったりと食っていってくるぴったりとグっていってくるずーっと距離感はいい状態だ距離感はいい状態だ 角度をこう後からこう合わせていく,てく、うん、藤野選手の寄り方、はい、最初にもちろんどんとうまく角度もね、はい、合わせていけばさらに取れるんでしょうけど、うんね、ただ常に近いところはいたかな距離は保,って、ねはい、は保っていた、距離は保っていたということだからすると一ランクですよね、ぐらいでしょうね。はい、うねあれで角度そいたらも一ランク違い,いますね。八九、ね、藤野秀樹ワンランクアップというところでアドバンテージを取りました。入れ替えの二本目参りましょう。 さあ両者今見合った状態そして動き出したスッと藤野がいいスタートそれに対して北岡 さあこの間隔を詰めることができるかいい角度をつけていい角度をつけて藤森の行き藤森の行きたのかイン側からスーッ寄っていきたいところだ寄っていきたいところださあこの鉄則コーナー一番低いところそして振り返しの状態いやーこれだとどうかなちょっとねスタートのスタートでーー遅れた分が響きましたか,、うん、かあの藤野選手のフライングギリギリのこのスタートダッシュのすごさ毎回うまいんですよねはい、はいはい いやーこの分の感覚をちょっと北岡選手が詰め寄ることができなかった感じで、はい、このコースでいうと1ランクはちょっとあれでは取れないその後ちっちちっっゃゃくなっちゃいましたねですよね<ー>ですからこれ良くてもいい分という今の入れ替えの2本目ということに。 なるんではないかなという感じがいたします。あ、逆に藤野につく7.58いやあ決定です。ベスト方進出藤野秀樹です。 スタートが上手だね。はい、いやーあのね集中力と、ね、青になる瞬間に出ていくるでしょ。いうす我々はもう老眼だから、はい、青になってしばらくしてスタートして。<laughs> あと反応が鈍いですからね <laughs> うもう我々ぐらいに年になりますとね。ねはい <laughs> そんなこと言ってる場合じゃないんですよ <laughs> 本当に野村さん。さあというところで二回目終了。三回目の対戦は山 <laughs> 走第二西長直人そして。 昨年度の d 1グランプリシリーズチャンピオン横井まさ S152JZ 同士の対決さあこの2人バチバチですバチバチ,、ね、バチバチです両者ともにストリートリーガルチャンピオン経験者 ね、そして今を引っ張る2人今日,今日の勝ち負けがチャンピオンがどっちかが決まるぐらいのぐらい多分やってくるでしょうね、うん、ですよねこれ、はい、もちょっとシリーズを見据えた、はいね、重要な,なんか戦いになりそうな完全にねお祭りだということを忘れた忘れた負けたくないというそのまま ですよね。はい。そうですそうです。そうですそうです。で、スエナガはタイヤが新しくなって、なった状態で、まだそれに合わせ込んでいる状態。ただやっぱりそのタイヤの様子をよくも見たいでしょうし、どのぐらいの力があるのか。ただトラクション性能がいい、スタート出してもいいということは、これよく選手も知ってますよね。知ってます。はい。そういったところが輪轍タイヤの武器でもありますからね。はい。難関対輪轍ということになるんだと思いますけれども、さあこれま。 おどうやら今、情報によりますと横井選手のマシンが今ちょっとチェック、なんかトラブルがあったんではないかという情報が伝わってきていますが、これちょっとスタート地点が今、影のところで横井選手の青いマシンが今、何が行われているか分かりませんが、末、うん、永直人選手の方はおそらくリアタイヤのやつエア,エアチェックだけというところ、やっぱり低めですか、だと思いますけどこれ、追走、えー、においてはい、特に。はい、ですよね。 おそらく内圧もかなり低いところと。ということで、スーダンが使ってたので、大体、うんはい、いいタイヤの具合は分かってると思うななるるほどなるほど、はい、適正なエアとかは知ってると思うんで、どうやら横井選手、問題なしというところ、今、チェックを終えて、スタート地点に向かおうかというところ、さあ、今年のシリーズを本当に見据えた重要な対戦、はい、チャンピオン争いをやっぱり見据えた2人、はい、2> ですからね、はい、ここはね、でマシンはほぼ一緒。 ででもずっとと後ろを見とるですよねあどうやらまた横井選手が何かあか後ろだこれは後ろにラジエーター、はい、それからタンクンはい問題ないですねさあ大丈夫参りましょうカーナンバー3末永直人 VS カーナンバー1横井正史 さあ今スタートしていくこれはいいスタートを切った瀬名直人しかしそれに対して横井も近いところついているスーッといい角度を合わせ <laughs> 綺きれいな角度の合わせ <laughs> さあ横井がまず瀬名を取り出してうわやっていくやっていくやっていく <laughs> 当たる当たる当たってる <laughs> いや近いところやりすぎた<笑><笑>やりすぎでしょあれはやりすぎた自分の逃げ場なし<笑><笑>なしあれはだってあそこのコーナーをね <はい S 1> その左コーナーをあんだけ寄ってったら今度、はい 返せなくなるない自分の逃げ場がないじゃないですか引けないですよね引けないですよあれ寄りすぎましたねちょっと多分ねドライブにもね、はい、うんやっつけたいんですよ<ー>やっつけたいね <laughs> とことんギリギリであそこから引くのはちょっともうちょっと早めに引きたかったっすねちょっとさすがにあそこまでやりすぎましたね俺でも無理、ね、入りすぎた俺でも無理 <laughs> <laughs> ちょっとこれは入りすぎたところのあの戻りはちょっと大きいところですが88というのは多分それまでにワンランク取ってますね,、はい、ンンねこれねあそこのミスが1ランク、はい、しかしその前の寄せで1ランク取ってて88イーブンというところさあ入れ替えの2本目これで勝負がつくかどうかということになりますが今両者スタンバイ赤点灯そして消えてスタートしていく。 入れ替えの2本目今度横井が前後ろからセーラーのアウトさあセーラーのアウトいいスタートを切っている横井が振る横井が振るいい角度それに対してセーラーが後を置いて入れていく後を置いて入れていくずーと寄ってった寄ってった寄ってった,ってったさあどうだここは近いところ同じように近いところ取っていて差し込んでいきたい さあどうでしょうこれで取れるかどうか。うまく引いた今の引いた方でただね角度的なと角度と位置が完全にいい状態で捕まえたという感じじゃなくて取れても0.5。0.5ですね1ぐらいかな。サドンデスはあるんですかこれ。ないんです。ないんですか。はい。だから0.5でも取ればセナが直選手が勝つ。はい。ただ場合によってはこれも88。はい。もしくは。 9急とかいうことになると先行のランクですかねこれはちょっと分かりません今横井選手の先考も悪くはなかったと思いますよ、はいすね、飛び込みの角度は横井選手ありましたからね、はい、あま,たまあ我々の気持ちとしてはこの悩んでる時間があったらもう一回やろう、はいはい、やとなるほどなるほど,るほど <laughs> 確かにその通りだ、はい、さあ1本目88を 9、88.5や0.5取れたというところで勝ったのは末永尚人ですやっぱ0.5取りましたね。0.5。さすがに0.5は取れたというところでベスト方針意外にでも意地張ってましたね2人ともねでもこれは去年もねオートポリス十勝決勝戦やってます。 本当に今年も多分この大会見られるでしょうね、はい、この戦いがね楽しみになりました、はい、さあいよいよ4組で最終組畑中慎吾 VS 上野貴大北海道出身者同士の戦い畑中対上野貴大はさあ単走3位が畑中6位が上野貴大というところでまあ上野選手もね去年あたりこの三ンのソワラかなりいい感じになりまして、うん、ベスト16には いいところ来るんですよね。ねただこの後の追走がどこまで勝てるかというその強さ、うん、この強さが欲しいというところは本人も言ってましたからね。レジェレジェントなくて何でしたっけ？えっと鉄人です。鉄人。はい。アイアンマンです。アイアン。はい。なんですが畑中選手は常に勢いがありますんで、はい、去年もねシリーズの優勝もありました。畑中選手あのー、侵入の角度とかがいいですよね。バカじゃないかってくらいさ。 とというところで4組目セットされました参りましょうカーナンバー7畑中慎吾 VS カーナンバー10上野貴弘さあ今ライトを消えてスタートしていく畑中は前後ろから303あ上野貴弘少し感覚があるかそこを読める読せる読せる読せるさあ寄ってきたいい角度綺さあ綺麗に角度を合わせている角度を合わせているさあここからの抜き差しはどうか きれいにさしていきたいところではありますがこの距離感がどこまで取れるかどうかというところ角度は合ってましたね。であんまりそれ以上無理せずと、はい、あれ以上いくと横井選手みたいになっちゃいますからす、ねはい、ただどうでしょう1ランクもしくは0.5ですかね、うん、上野選手のアドバンテージと今取っているあやはり0.5です77.5。 ちょっとね、畠中選手が先行、押抑えて走ってましたね、はい、たねかなり抑えてましたね。思いっきり振ってくるかどうここかというところ、77.5、それでも上野選手が0.5、アドバンテージを取りました、ベテラン、鉄人、上野貴大、さあ、入れ替え、これ、畑中選手が、畑中がどう取ってくるか。はい さあ入れ替えの2本目これで決まってくる同点になる可能性もあるというところそうなるとあ上野選手が何か訴えてますういや大丈夫だ今の<い>この丸よく分かりませんもう金貸してみたいな <laughs> いや何ですかねいや最近足り,足りないんじゃないですかはい <laughs> それでは参りましょう入れ替えの2本目赤点とそして 消えてスタートしていくエンジン音が高鳴る今スタート上野貴弘後ろから働かさあ働か入れるか上野がまだ思い切り振るいい上野振る上野振るいい振りだいい振りだこれに対して働かさあ寄っていけるか煙が出ている上野に対していやこれは終始上野貴弘はかない後半に来て働かも寄ってはいったが0点を取れるかどうか 0.5取ったとしても、はい、でもね飛、ね、び込みからすると上野の先行よかったね今ほ、ねね、本間5は畑中選手が取った気がするんですけど、うん、選す先行が多分7.5だから今の8.7 8.7 五、はい、そんな気がというな気がしますよねでイーブンになって先行の走り良かったのは上野選手じゃないかという深読み、はい、だいぶ深読み先読みまでしたけど <laughs>、はい、審判員を差し置いて、はい、気持ち的には全然全くその通りになりました今のは走りあでも逆だね全然7.5やっぱ取れなかったんだ、はい、取れてないということでこれはあっさり勝負あり勝ったのは上野貴大です いやというところで、これ上野選手、ベテラン、なんとか勝ち上がり、これは大したものというところでベスト4が出揃いました。ベスト4の1組目、中村直樹 VS 藤野秀之、そしてベスト4の2組目、末永直人 VS 上野貴大ということになりました。決勝進出をかけた戦い、まずは1組目、中村直樹対藤野、ここはちょっとこれもシリーズを考えますと、本当に注目の戦い。はい、非常にこれ 藤野選手にとっても非常にい藤野中村ってあの、はい、ストリートリーガルの時もまちまちですげえストリートリーガルやーがやってましたからね、はい、かはい、確かにねこの辺り2010年11年こういったところにおいては中村直樹藤野秀幸こういったところの対戦もありました両者がセットされたさあいよいよここからもうオーミングアップもなくいきなり日本ということになってくるさあ決勝進出をかけて非常に重要な戦いだ中村直樹選考。 あ遠い富士あウォーミングアップ入れるんですねるんですねこ、ねね、こはないというふうな予定だったんですが入れましたねさあはいなるほどさあまずは決勝進出をかけた一組目中村対藤野 もう中村直樹選手は終始変わらず思いっきり飛び込んでくるという、はい、ところに対してとにかく藤野選手がどこまで入れるか合わせて入っているようだと藤野選手も取れませんよね,そうですね同じように思いっきり飛び込まないと中村に勝つには同じ角度で飛び込みをしいで、ね、かないと、はいはい、後半でで入っても多分無理でさあオーミングが越えた両者いよいよベスト4の一組目今セットされましたーーン,ナンバー15 中村直樹 VS カーナンバー5藤野秀幸さあエンジン音が高鳴ってシグナルアーケードスタートしていくあ,<ー>あ藤野がいいスタートを切っている藤野がいいスタートを切っている,いい切っている思いっきり振った中村直樹に対してグッとやっていく、えー、さあ近いところ入っていった近いところ入っていったこの辺りは藤野のうまいところうわー寄ってる寄ってる当たる当たる当たるさあギリ,ギリギリの木三人これは決めた藤野秀行これは決めた うまいね、スタートは何ですかあのうまさ何だあれなんかね若い頃の我々みたいやね <laughs> <laughs> もうそんな老け込んでないでしょあんたたちはもう <laughs> やめてください、はい、さあこれワンランクいけるかどうかですね藤野のワンランク、はい、僕はワンランク以上いったような気がするですよ僕はワンランクかなというところで、はい、あ八8ですやっぱり8九中村直樹8に対して藤野秀幸9 八九ワンランクアップ、これを知ると中村直樹の走りが変わりますよ。はい、中村直樹はあの一点五は取れますから、ね？やばいですよ。はい、さあ中村直樹はワンランクどころか二ランクを狙って後追いとして、はい、藤野秀幸のこの東洋カラーのワンエイティの懐 ピンクのマシンが食い込んでくるかどうかさあ今スタートしていくまずはスタート藤野逃げたい藤野逃げたいさあそれに対して中村直樹が強く寄っていきたいところどうだどうだうなぎをころしか<ー>し寄り切れない寄り切れない,れないあこれはちょっとミスがあったこれは中村直樹失敗だこれは藤野だい、うん、けなかったですね今。 直樹の角度にならなかったですね、<は> 1>, 1コーナーが。藤野秀が踏ん張ったと見ていいでしょう、勝負あったと言っていいでしょう、そう簡単じゃない,ですい、ね、そうですね、あのーはい、さすがに藤野は試合巧者なので、ねはい、あの加速の仕方が上手ですよね、はい、勝負あり、決勝進出、藤野秀樹。 いやさすがです。いやあのなんだろうな駆け引きが上手駆け引きっていうかねその勝負どころが分かってますよねうまさですうまさですやっぱりうまさと強さそういったところを持ってますねこの辺はいやあの一コーナー飛び込んでからアクセルまでのタイミングとかが非常に早いねでちょっと間隔空いちゃったがためにその中村選手も寄らなきゃいけないんで無理にその戻しながら寄るっていう 行為をしつつ、完璧に角度揃えられず、よら、結局よれず。いう状態でした。さっきの俺じゃないですか。やってました。確かに。確かに。さっきの俺の。妹にやってました。ねなんか思ったほど、自分の動きと違うっていう状態で、あれっていう。あの、ものすごいせ、苦しんで、苦しんでやってました。よく理解してます。なるほど、なるほど。 さあ決勝進出、まずは藤野秀樹選手、さあ決勝進出もう1つ、このセミファイナルの2組目、聖永夏と上野貴弘こうなりますと、もちろん上野選手としてもね、勝ちたいでしょうこね、はい、こは勝っていきたいところ、これ、ソアラ自体がまあ最後になる可能性もありますしね、ちょっとつくばで RC が間に合うかどうかという、まあ、あのもちろんつくばに向けてね、はい、この RC、ニューマシーンを作ってるんですけども、そうなりますと、このソアラも本当に最後になるのかなというところもありますけれども。 末永直人選手ももちろん決勝進出果たしてはいきたいところというところでウォーミングアップを終えてセミファイナルの2組目両者がセットされましたそれでは参りましょうカーナンバー3末永直人 VS カーナンバー10上野貴大 さあ両者エンジン音が高鳴って今シグナル消えてスタートしていく清ナウトそして上野もいいスタートださあどうだすってと寄っていきたい上野貴弘逃げていく清永直人しかし角度はが揃,揃えている常に同じような感覚これ以上やらないけどしかし寄っていく<ー>寄っていくっとさあグッと抜き差し こういったところ、上野貴大、ここは若干取ったでしょう、若干取りましたね、取った取ったね、はい、これは、取りましたね、はいあの、距離感だけですけど、角度の合わせはいいですよね、よかったですね、末永もね、ここ、はい、でちゃんとアウトライン取っていいところにってますね、はい、いいラインから、はいい勝負、いい勝負と思います、小さいところ行って寄ったわけじゃないでしたもんね、はいはい、今もね、さあ、どれだけ取れるかということになりますが、1ランクか0.5ランクなのか、上野貴大。 このランクによって結構左右される0.5だやはり99.5高いね、特に、はい、高いですね、先行がいい9ランクに対して上野九点9.50.5アップアドバンテージ。 さあ0.5これを返すことができるかどうかせい長直人ということになってまいりますただね上野選手も先行のあの1コーナーの角度がすごくいいんですよねいいですねなのでせいより角度ついてくるんでせいがそれに惑わされれば惑わされずにそのままピタッと入ればでもそうなるともしかしたら1ランク取れる可能性もうまくはまればねただ逆に惑わされると逆にいっていい取られるといいう感じになっちゃますから さあ、これそう、今熊本さん言いましたけど、上野選手の飛び込みの持。はい、持ちか、持ってきたが。かっこいい、ね。多分中村直樹の上行ってますよね,ね,ね。すごい,い,い角度ついた状態で、はい、で安定してますよ、ね。そうです、その後がね、あのー、はい、フラットしないんですよね。はい。はい、そうなの。 さあというところで決勝進出をかけたこの戦い入れ替えの2本目これで勝負が決まってくる今両者セットされた状態でさあエンジン音が高鳴ってきた今スタートしていく上野貴大そして後ろから清永直人さあ返すことができるかまずは上野が思い切り打るあっ<ー>うまい小谷さんちょっとたから 狙って思いっきり振ってきたしかし惑わされはしなかったしかし入ることにはならないんですがこれは先行のミスが取られるなっ、ね、さっきのトークがおろね、はい、スポッターが伝えちゃいましたからね上、うんね、選手にこれは先行のミスが若干取られるでしょう <laughs> あれだけまあ戻り気味というかね、はい 角度を決めてた。ハーフスピンみたいになってましたからね。から狙ってました。狙ってた。狙ま,、ね、ました。狙っロ選手あんな走りじゃなかったですよね。えー、はい。<laughs> 楽しいんでしょうね、えー。多分車自体がいいんでしょうね。ーはーい。これでもまたあるしになるとね。 <laughs> またやめなさい、また元に戻っちゃうっいうやめなさい車が,車がもったいなくなってくるとね、<laughs> ねこれ、ソなロで行こうかなって,今思ってんなですか、今、<laughs> 思ってますよ、本当は。ということで、あったと思いますよ。はい、ただ、これ、どうでしょう、1本目は0.5メートル、しかし、これ、1ランクぐらいつくような気がするんですけどもね、たぶん、そのあとも寄ってますから、はい、おそらく1ランク差が今の入れ替えの2本目はつくんではないかなと予想します。はいはい ということになると前先行ミスしてますから6、7、七、えー、だったら8ぐらいこれてるんではないかなという、まあ、6かもしれませんけどもね、あそこまでちょっと失敗しちゃ、ねはい6に対して7とかってなってくるとせいなが直と6に対して。 6.5ということになりますと分かりませんあ六6に対して 8, 8, 8やっぱり6に対して8、はい、決定ということになりました、うん、というところでこの戦い決勝進出は末永直人ですあれは珍しく上野選手にやりすぎ。 でもそれぐらいな気持ちというか、それぐらいの車の状態なんでしょうね。多分これは野村さんも分かると思いますけれども、いい状態の時こそ、やっぱりなるですよねやりたくなるということになりますから、さあ、ということで、熊久保さん、それから野村さん、決勝は富士の末永直人、なんかまあ、普通のシリーズで考える。あるあるのパターンだとは思いますけれども。 これ両者やっぱりえとまずはこれこんだけ短いのにスタートが重要これはすごい重要ですよこれだけ短いと。野村さんははこのスタートは 下手ですね。信号う青になってしばらくして発車みたいな。もう今この新シグナルの癖ってあると思うんですけども、今シグナルがこれどうなるんですか。赤が消えて三つ三つつくんですよ。一個二個三個で、はい。三つ目がブラックアウトでスタート。ブラックアウトでスタートですけど、さっき二人の時はブラックアウトした瞬間にお互い顔を見合わせて、そこからスタートするんですよ。よみたいな。えっとそれ昔ながらのやり方それ昔ながらのやり方で一応かあの両者が見合わせてアイコンタクト としてスタートだったね、はい、昔は、はい、今はシグナル点灯3つついて消えたらスタート。はい、っていうことはパンパンパン消えるっていうタイミングと同時にもう動き出してるフライングするズレを狙ってくると。はいうん、うでこれはあの熊、ー、子さん、はい、フライングするかどうかぐらいでいかないとダメな理由は もうやっぱり自分のそののそそポジションってあるんですよね点数を取り後追いの時のうん、うん、そうするとそのポジションにいないことによってやっぱりどうしてもラインが追いつこうと思って内側に入るっちゃう。ともラインがずれた時点でえ1は取れないかない、はい、なるほどってなってきてと、はい、いうことはそうさせないために先行者もベストのスタートをするです、はい、だからそれに対して後ろも,もう自分もよりいいスタートをしなきゃいけない。 というこで後ろは特にフライングはできませんし、はい、この辺りは、はい、いうところからいたしますとそのクラッチミートの、はい、その瞬間の集中力はすごいものがある。はいはい そうですね。うちの末永なんかもドラッグレースの人からえっとスタートのクラッチミート教わってます。スエナガ直人選手どっちかというとちょっとキックというとあんまり僕はあんまり言いにくいですけど、あのうちのチームの人が下手くそと言ってそうですよね。あまりに苦手な方ですよね。で、すごい得意不得意ってあるんだと思いますけれども、これ藤野選手は上手いっていうのはみんながいです。はい。やっぱりかなり警戒してますよね。うん。必要。はい。 でそこの差でクッとこう行かれた瞬間にあッと思っちゃうんで,、はい、であアと思った瞬間にアクセルを踏むじゃないですかそうするとまた空転してまた腹回りこの辺がまたあのすごいのがだいたい FR 二輪駆動なのに800馬力以上あるわけじゃないですか、はいうん そんなのにそのフルパワーかけちゃったらどんなに内圧を落とそうがその今のグリップが高まろうがやっぱりどうしても空転したの当たり前ですよね。回りするともう全然追いつけませんからね1人、ね、あたりのパワーってどんなレースよりもすごいパワーをこの D1 が持ってるって言われてますもんね。はいうん、それをコントロールしなきゃいけないわけでフルパワーなんか当然かけられないんでそこの技術というのは今勝つためには大きくなっちゃった。はいはい でまるでじゃあドラッグレースみたいじゃないかって言いますけども、はい、もちろんそれで勝てるわけじゃないんですが。はいうん そそれは一つつのの勝ため重要要な素うですね逆にこれがやっぱ d 1グランプリの面白さでドラッグの要素もありドリフトの要素もあるでも逆にですよこれだけ短いストレートならばじゃあ普通の400馬力ぐらいの SR かなんかでなんかクラッチミットしやすい状態でスッといけそうな気がするんですいや確かにもしかしたらこのストレートだけで言ったら自分のさっきのエボが400馬力今回ないぐらいなんですねなんですけど野村さんの車にはついていけるわけですよある程度ですよねただ コーナーナ入っちゃうと、っやっぱりその押し切る力がなきので離れてんですね角度をキープそのり今時の,その,、はい、の車は切れ角もすごいですし<う>タイヤの内圧も低いでグリップが高いんで、はい、やはりコーナーリング入ってからのコーナーリングスピードを稼ぐためにはやっぱりパワーが必要なので、はい、やっぱり、あのー、スタートはその辺は練習でい,いかにグリップさせるかっていうのをやっていかなくちゃいけないですよね。うん その辺の相反するところの難しさという感じだと思いますけど、はい、いやでもノーマルナックルとかキレか角ノーマルのままで大会やると我々強いかもしれないですね強、はいで、うん、すね今空気圧測っておるんですか空気タイ,ヤ交換タイヤ交換終わってお互いに終わ はいさあというところで両者タイヤ変えたんですか。こ、ね、<laughs> うやる気満々ですね、えー。これタイヤを投入するんですか。うん、バチバチですよ。ということはあの通常ですとショートウォーミングアップとかあるしウォーミングアップはないんですけどこれどう入れるんでるすか。はい、入れないですかね。いややる気だな。こ <laughs> うどんな戦いでもこう負けたくないしどんな戦いでも皆さん本当にいい走るを皆さんに見せたいと。 いうとこころなんですよねねれはねいやーすごいもんだと思いますいよいよ決勝まさにこれが決勝というところでどうやら両者ニュータイヤもうねそれだったらもうショートウーミングアップじゃなくてやっとけばいいじゃんって、ね、それこそもう同じだから,あ,からい、ね、あんまり変わらんわと思った今もう本当に。 いいものを見せるためにはもうそれでもいいやという感じになりましたけれども2人とも変えてくるとは思いませんでしたここに来てさあというところでのこれタイヤは東洋タイヤプロクセスとそれからセナガナオトの方はリンロンタイヤいわゆる中国ではアトラスというブランドで去年までは使っておりましたけれどもねその戦いは去年は中国の大会では何回かあったらしいということは聞いておりますけれども日本ではこれこの東洋対リンロン 初という形ででもこれぐらい真剣な方が見てて面白いですね。いろいろなバックボーンが皆さんありますから負けるわけにいかないとやっぱりねあのエキシビジョンだろうが何だろうが結局勝負になればここは負けるわけにいかないそして先ほど何回も言ったようにこのスタートがこのクラッチミートの動き出した1 0ーぐらいが非常に重要なたった1 0ーが。 さあどういうスタートを切っていくのかいよいよファイナルそれでは皆さん参りますよいよいよファイナルのスタートです水槽トーナメント決勝戦カーナンバー5藤野バー VS カーナンバー3末永直,直人 さあ今動き出したー背の穴をたっでりリりリ近いところ入っていくー<お>スーッと寄っていくいい角度いい角度先頭藤野秀幸それに対して寄っていくさあ近づいてきた近づいてきた低速コーナーさあここからの抜き先はどうか返し,返していくところでグッと一瞬離れていくところ小さいところを通っていったいやどうでしょう 何かこう完全な綺麗さというよりではないんですが、常に距離感としてはいいところにいた。はい。藤田もちょっとスタートしスタートしかったのかな。失敗したね。ストーム気味でしたよ。逆にあれみたいな。逆にって戻さなきゃいけないぐらい。はい。ちょっとギクシャクとした。はい。あまりにもその入れ込みすぎたギクシャク感が出ましたね。 人も藤野の,のスタートのうまさは知ってるんで,す,ですよね。<あ>というところでやはり88.5、はい、取れて0.5、はい、というところだったと思いましたけれどもこれは88.5聖永直人0.5アップいやこうなりますと完全に決まった時にはワンランク以上いくわけですからこれ藤野選手としてはもう決めていくしかないというところスタートダッシュを決めて聖永直との懐に藤野選手のマシンがぴったりと入ればワンランクは取れればと。 ということになりますがもしこれが0.5しか取れないということになれはもちろんサードンです。 ただ、やっぱ藤野選手のコーナリングスピードはちょっと早いですね。いですねはい、かなり角度がついてる、はい、はいですよね、はい、背中よりは。横向いた状態からのトラクションが。はい、さあ、ということで、いよいよ入れ替え二本目のスタート。はい、藤野選手は追いで、どういう走りを見せるか、先行性の穴をと、このまま逃切りたいところである。一本目は零点五のアドバンテージ。さあ、エンジンをまたから、手入れ替えの二本目、決勝戦。いやー、これ。あれ、あれ、あれ、あれ。これ、動き出した。バチバチじゃ。バチバチや、これ。<laughs> うわー、これは。 やらないほうがいいと思うけど <laughs> さあここはもう一本やり直しということになりますはいこれはやり直しあのいつもですとね、うん、これドスとか使ってる場合は、はい、これ先も行もうったり行くしかないんだけどもきょはいいや違うこれ何ですかどうやら動き出せなかったのは何か藤野選手にトラブルという情報が入ってきた だクラッチミートした瞬間1本目のやっぱスタートでおかしかったのはもう出てたんですねで走り始めたらミスショじゃなくてクラッチがもしかしたらかもしれないどうやら動けないという動けないですかでミートした瞬間ももう動けなかったからクラッチ切れなかったかマブさん出たはいどうぞ出たじゃないよマラブさんの声が聞こえないから一方的に喋りますよはい 藤野くんの今の状態はギアが噛んで、えー、とりあえず今復活です。ギア復活。あのギアみで発信できなかったっぽいですね。だよね。はい。時田さんなん、はい、だか分かんないけど突然出てきてありがとうございました。以上。相変わらず今年もはいピットレポートをよろしくお願いします。はいはい、今の感じからすると今ギア噛んでダメだったのが、はい、もう一回大丈夫になった,た、はい、っていうことです。大丈夫になった <laughs> でしょ。どういうことなんですかね。 多分なんかギアがミッションがおかしいかクラッチなのかどっちかですよねクラッチで切れてないんでしょう切れてないんですねだから多分さっき一本目の先行の時におっとっとってなったのかもですよねいやというところで突然ねあのスタート地点のレポーターが出てまいりましたけどあの方今年もやるんですかねやっぱりね似合ってますけどね 戻りましたね、だめかな、やっぱり。ちょっとトラブルがいうことは今の成立しちゃってるんですもんね、成立してますから、1本目はちゃんと回って走ってきましたから、決定ですもし走れないということになれば、もちろん今、ちょっと様子を見て、もし走れるならばやるんですけれども、いつもだったらもうこれも勝負決定というところなんですが。 ちょっと状況状態だけ聞いて、もしダメならダメで結果発表ということになります、ねはいあも。バックしたらもう一度ですか？行くんですか？行くんですね。これやり直し,直し。どうする？あでで直人がこうフライングかなと思ってやり始めたのはスポッターかなんかの指示なんでしょうね。はい、まあそう、ね、ガチャって言ったよとか。はい、いやスポットはいないはずなんですよね。いない今,日今日いないんですか？今日ねあのあまりにも。うんうん 昨日今日で持ってきたデフが全部いろいろ作業がすごいかうっちゃんですね。今小橋先生もやってんだもんね。で新幹線で福島に帰って明日のためにデフをまた乗ってきます。あそんなドタバタになってんのはいもうあのデフが三つ壊れてドライブシャフトが壊れたので。 すごいです俺も昨日積載車から降ろして、デフ壊れましたからね、そうあの、動かした瞬間に野村さんも壊れました、で今日スタート地点並んで、ギア壊れたんですよ、えー、ギアないんですよ、バックギアがなくなっちゃった、ね、バックギアね、よかった。 野村さんが本当にまた一週で終わっちゃうんじゃないかってヒヤヒヤしてましたけど大丈夫でしたもんね今日ね前には進んだですね後ろにはいかない後ろにはもういかない後ろ振り返らんいタイプですからそうですそうです後ろにはいかないタイプですからいいんですがしかしこれがちょっとどうなっているのかよくわからないんですが今どういった状態なんでございましょうかねこれがね修理だって藤野選手は並んでるんですよそうなんです並んでて今度ね清永選手が行かない状態行けないのか行かないのか 説明がないのか、そこがわからないんですよ。オフィシャルが多分いないんじゃないですか。おそらく。オフィシャルがいない。多分、セナ選手としてはもう終わったと。終わってんです。うん。終わってんです。はい。選手だったら、そう思うでしょうね。はい。もう勝ちと。うん。はい。いうところで。あ藤田選手、また戻りましたね。で。あれ。戻りの。はい。 状況が全く分かんないですね。そうですね。はい、でも、じゃ、戻ったので。アリーナ、そこで止まりの。はい。いや、これはまた、なんかも、う、あれですね。はい。かなんかね。プレシーズ。ン諦めきれないのか、それとも。なんとか見せようとしてるのか、どっちかだか、わからないぐらい。そうですね。もうね。はい。あ、そしてしまいには、帰りのです。はい。は しまいには両者,両者帰。勝ってしまいました決<定>。<laughs> ということは。これ勝負は。決定でいいのかな。ね。ならこれし。うん、決定。はい、いやー、これは。 なんか不発ですね、これかか。らすわいで、は。というところでね、もう少しあっさりと決めてほしかったなという感じはいたしますけれどもどうやらやはり藤野選手が走れないというところで勝負ありといろいろあがいてはくれたんでしょうけどやっぱりだめという感じになりましてどうやら今の勝負はこれで清永直選手の勝ちということになったんだと思います。 ただ、まあ、もちろん1本目、あの瀬長直選手、取ってますからね、っきっちり0.5は取っておりますので、えー、この勝負、今回の,この最初の戦いということになりました、今日あと、今日の第2部でもやります、あし<部>の1部と2部でもやります、うんうん、これ、2日間でシリーズ4戦みたいな形の中での、まずは最初の、えー、開幕戦優勝みたいな、はい、はい、いうところを、瀬長直人選手が決めたんではないかと。 今両者が出てきましてそして結果発表ということで最後のフィナーレということになると思いますが、うん、どうやら最後最後もじゃあここに登場しないというところあら帰ったんですね。 両者ここに来れないということですか？あら両者、片者は来られるんじゃないですか？片者は片者は,片者はほら動くから、片者は来ますけど。いや今藤浪選手もう片者もお尻から出てきたですよ。両者, <laughs> 両者来ますけど。うん。さあな,な,なん <laughs> なんかのこのこ現れたというね <laughs> はいよ,あよかった、はい、よかった動けるには動くには動くんですね、うん、これねはいというところでじゃあちゃんと結果発表してあげましょう、はい、一,言一言ね取れるならばというところで一言取りたいと思いますいや両者最後ねなんかもう,もう次に、ね、次に期待しましょう,う、ね、今の戦いはもうしょうがない、うん、なんかねはいということは まあ、とりあえず最初の戦い、えー、これ4つのある戦いのうちの開幕戦はー、はい、の穴人ということは決定し倫論ンンタイヤが最初勝ちましたね。はい、勝ったとですねいうことになったんだと思いますけれども両者が降りてまいりましたちょっと何が起きたのか一言ずつ喋ってもらうというところで、はい、結果発表だけ先に行きたいいと思いますこの一部の追走トーナメントはい勝ったのは末永直選手です <laughs> なんか開幕戦とか気持ちいいねなんか嬉しそうですけど、<laughs> 本当に、まあ、一応、これ、開幕戦ですからね、開幕戦今回、4つの戦いがある中の、まず最初を制したというところ、はい、それも相手が、えー、藤野選手に対して勝ったというところで、喜びの声、一言、お願いいたします。はい、えー、この、えー、シュートアウトの一発目の、はいえー、実は僕、一番気合入れていこうと思ってたの、はいえー、ですが、そこで、はい、優勝できて。うん 本当にあの今年からリンロンタイヤさん使わしてもらってまして本当にリンロンタイヤさん含め感謝してます嬉しいですはいおめでとうございますさあ楽しい夜になりそうですねちょっと何が起きたのかもしかしたら入れ替え2本目逆転も可能だったんじゃないかと期待したんですけど藤田さんだったんですけど悔しいですね何えっとまず1足に入れたんですけどはい 入ってるつもりで、はい、あの信号がまあ変わりますよね。はい、スタートってなった瞬間にクラッチ繋いだら、はい、ニュートラル多分入りきってなかった。入りきってない。<が>はい状態で。はいはいそれででそれはトラブルなんですか。いや抜けただけなんで、はい、今は大丈夫です。あ大丈夫ですね。はい、じゃこの後は走ることはできると。 ととといいいう状態ででりましたやこちょっとねその戦いは見たかったんですけどもまたね、ねこのあと日に含めてなんかあるかもしれませんので、ねはい、すごい走りがな見られるんではないかなという感じもいたしますので <laughs>、はい、まずは最初の戦いになりましたけれどもね、はい、見事に優勝したのは末永直人選手でしたおめでとうございます はいどうもありがとうございました。藤野の後追いは見たかったけどね。いね本当にね。あの次はしっかりギアを入れてもらってですね。はい。はい、でも何かちょっとねその辺がなんか最初の1本目のスタートもね、うん、あの遅れたところがありましたし、ね、何かちょっとあるのかもしれませんけれどもね。はい、はい、というところでお二方ありがとうございました。<laughs> まずはでもなんかちょっと結局エキシビジョンとはいえ。 えー、やりだすと、何も別にシリーズとは変わらない、はい、そしてやっぱり強い人たちがこう勝ち上がってくる、はい、去年のシリーズに関しましても、やっぱりこういった横井選手や、これ、末永尚人選手、さらには藤野秀幸選手というところ、はい、それから上野,上野選手もね、良、はい、かったと思いますけれども、っね、やっぱりこういったところが勝ち上がってきましたけれども、いかがでしたでしょうかね、今の追走は。 そうですねもちろんまだみんな本当の距離には近づいてなくて逆にお互いを今シーズンに向けて探り合っている感じがもう見えましたね。なるほというところですよね。野村さんいかがでししたででょういやも1回目もすごかったけど多分2回目はもう次は俺が勝つ場合という選手がいっぱい出てくるかね絶対なると思うんですよ。というところと最初に負けた方もいますし。 あと中村直樹選手も藤野選手には負けてますからね、こういったところがも,うもちろんリベンジい、はい、しかも単走で落ちた人もいるでしょう、もともと単走で落ちた人の方が多いわけですからそこを大健闘、下田選手あたりがね、はいはい、ちゃんとこのベスト8。あ トップ8に女性ドライバー残るんだというところを見せてくれましたからね、それもまだこの先もある可能性があるというところで非常に楽しみにはなってまいりました。さというところでこの一部、まずいろいろな走り、戦いをしていただきましたけどもね、はいえー、レジェンド追走も、ね、していただき、レジェンドショットガントーナメントもしていただき、はい、本当にどうもありがとうございました。さというところでこの後あ団体,団体 走行を団体ね見せてくれる、ね、ということなんですが、うんはい、もちろん何台かのマシンはトラブルを抱えてるということで、はい、出れないマシンもあると思いますけどもそういえばだって小橋選手もまだ終わってないまだ終わってないですねですよね、はい、ちょっと小橋選手もあのー、出れない可能性も高いそれから今斉藤大吾選手もどうやら、えー、ちょっと今修理中というところがあってセッティング中というのかなと、うん、いうのがありまして今3グループのこの団体が 4台ずつというところがさあ、どういう走りになってくるか、フィナーレ前の最後の団体ドリフト、ねえー、ぜひ素晴らしい走り団体で、本来でしたらもう真っ白になっちゃって、もう4台だけでも危ないぐらいな感じになるんですけど、はい、これね、6台になるともうどっかでガチンコになるんですね、はい、このコースレアを、ねはい <laughs>。で、すすそうでで大体4台までがいいかな、はい、ギリ,ギリ はい、5台もねちょっとスタート遅れたりすると危ないこと危危なないいですよ、ねはい、危ないことになります、ギリギリになりますのでショットガントーナメントみたいになっちゃいますので4台での団体というところ1グループ目が末永直人、北岡雄介、松井幸樹、畑中慎吾というところ末永直選手も、ね、今走って、まあ、タイヤも変えてましたからもうすぐにでも出れるという、はい、ことだと思います2グループ目が上尾勝弘、上野貴弘 小橋選手がおそらく出れないと思います中村直樹というもしかしたら3人でいくかもしれない3グループ目藤野秀樹川端雅人横井正志、斎藤大吾この斎藤大吾選手が出れないで3台でいくかもしれないというところじゃあ2グループと3グループ3台しかいないから6台で行けばいい行、ね、いけそうですね6台ぐらいだから今言ったでしょガッチンコだって6台から, <laughs> 6, 台ら6台からちょうどこう1234 <laughs> って行ってる間にここ来て6が来た時ちょうど来る <laughs> あ<ー>ちょうど 俺たちは大丈夫です。よ俺たちは大丈夫。見てます。もんね、分かってます。近いからね。そう。分かってます。そうそう。レジェンド6人。レジェンド六人集めてくださいよ。じゃ。あ多分バラバラになるかもしれない。勝手気ままな、もうベテランたちは。うん、でも、小く選手も。そう、そねできるでしょう。ときたよでしょう。はい。ときた、レジェンドか。さっきね、呼んだんですよ。もう。こっちおいでと。こっちこいと。 上エ選手もねそんなこと自分で言ってましたよ。もう僕もそっちかなって。イチロー選手も引退したし、僕もそっちなのかなって言ってましたけど。あとはもうシリーズの中にレジェンドのクラスを一つ作ってもらうと。そうです。あの本当にそうしたいんです。だからみんな辞めるかもしれないですよね。俺もレジェンドに。そうしたらさらにその上作んなきゃいけないじですか。じゃあじゃレジェンドかどうか我々二人が判断するので。あなるほどね。なるほどね。トキタは辞めとこうかとかなるかもしれない。なるほどなるほど。そうですよね。 さあというところでどうやらいよいよ最後のピナ団体,、はい、団体ドリフト。それなんであの熊谷さん、はい、ドリフトって団体になればなるほど数が増えれば増えるほど楽しいんですか。<laughs> ねえ、なんかワクワクするね。何かが起こりそうなんですよ。<laughs> さあというところで今準備中というところで、ああ来,来ましたよ来ましたよ。さあ今スタートしていく。 まずは、はか、そしてその後ろから北岡、松井優香、レッスンと。そして、先ほど優勝した、おお、きれに、一二三四。すーっと。綺麗じゃない,い。ですか綺麗な感覚いいいいいい。綺麗な状態、最後、ちょっとおかしい。あ、これ、危ないから、やめよう。ああはいあそこはやめよう。あ,あ、なるほど、なるほど、なるほど、はい、やめるっていう。なるほど、なるほど、なるほど、いや、これ、六台ぐらいいけそうじゃない。いや。あ、全然いけますね。あ,あの、あのぐらいの感覚できっちり来て、一人もミスをしなければいけます。 昔ね筑波とかでやった時は大変なことになりましたけどいやなったなったなった大体2番目とか3番目がスピードあの一応今グループでどこが一番いいかを見極めるものですから見てくださいねちゃんとね別に順位を決めるわけじゃないけど順位を勝手に決めますなるほどはい、どのグループがいいかあっ今のはいね、え これ本番ですよいやこれ本番ですねこれ1グループ目の本番ださあ,あ先ほどのウォーミングアップさあ働かんそして岡あきれいだきれいだ松行のアレックス7がいくいい、ね、そしてシンレロスイッチってくるおいお危ない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 近いところ近いとなろそして危ないないり返しずっい立ち上がっていく 最後の立ち上がり北岡だけちょっと外入れましたけどね、はい、けどあれがあってれば最後までもうすごい絶妙な誰かが近いわけでもなくちゃんとね遠かかったんですね。遠間隔を最後まで揃えるというのが、はいはい、誰かが寄りすぎちゃってもダメなの、ね、そうなんですよはいで今のは最後のところまで含めてまあまあ悪くはないいかったですね、ええ いうところ、いか点だったら優勝候補ですよ。点数で言うならば熊子さん、今は銀タコ、銀タコとか言わない。はい、団体でしょ。団体は銀かタコでやるんです何点だよ。銀タコ九十ぐらいですね。九十ぐらい。野村さんは、俺れ九十五ぐらいやっても、九十五ぐらいやってもやってもいい。で相変わらず上から目線だね。いいですよ。さあというところ、さあそれでは二グループ目ということになります。 まずは上野貴大そして中村直樹しそして上尾勝弘これあれなんですよねあのー、イカリンルールじゃないですけど、はい、もう3台になっちゃったらビタビタじゃなきゃダメビタ。こ,こはね遅れちゃいけない、はい、絶対4台よりも3台の方が楽ですからね、はいはい しかしなんか乱暴者のの集まりみたいな走りになってますけど、はい、大丈夫ですかこれ戦闘がちゃんとした人が言ってるんで大丈夫だと思います大丈夫ですかね、はい、さあ上野貴博中村直樹上尾勝博これ小橋選手中に入らなくてよかったですねベテラン勢のね、はい、その中にさあ二グループ目団体ドリフトはトリプル 三台での走り、ちょうどバリノの三台なんですねここね。はい。さあ今スタートしてとせた。ずっとまず2台。うわあ中村直樹。これ2台重要なポイ近いところのトリプル。うわあブラブラブラ寄ってる。近い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 。フロントタイヤああ当たる当たる当たった。当たってる当たってる当たってる。なんかコロって落ちたよ。なんか落ちたよ。 もうこれウニウニウニがあったねウニありましたねイカよりたのねイカより下のウニですはいいや今のじゃあとことは50点ぐらいと50点ぐらいいうレベルですねこれねいやいやいやこれあの3台が揃って綺麗に見せようという前後を考えた走りをしなきゃいけないじゃないですか2番目はみんな関係ないですね何にもしてないですよねそんなの誰も考えてない考えてないですはい。 いやこれは2グループ目ちょっと失敗1グループ目の4台の方がいいということす全然いいですよはいさあいよいよ3グループ目富士の川端横井かなこれ臭いねこれ見せそうだなこの3台はさあ富士の川端横井まずは誰が先頭かもう分からんですかねああ川端じゃないですかね これ同じ、ね、東洋カラーの180なんで非常に分かりにくいんですけども、うん、パッと見た目では分からないんで来るときの音で SR か 2J か引き分けていただければはい <laughs> っ,てって普通の人はできませんよそんなこと <laughs> 我々人の金閣の1.08倍ぐらいあるので犬じゃないですか <laughs>、うん、匂いですよでも <laughs> あ匂いか <laughs> さあ どどっっちちがが川端かどっちが富士かかわんないですね,ここですですね向こう側の青いなんかランプがついてるのが僕は川端選手だと思うんですけど、はいはい、なんとなくね藤野は電気代消チって消してるけ違います<れ>違いますあの白の色が若干ちょっと違うかなというところでそう,そう思っただけ、うん、白の色、うん、さあまずはウォーミングアップからスップはーいーっと動き出して。 お1ィ2台に後ろのああ先頭が川端選手ですねはいや、ね、はり川端士の横井というこの3台はやばいなこの3台はすごいとこ行きそうだこれね確かね、はい これトリプルみたいな対決をロシアでやったんですよ。ああやりましたね。あれ面白かったんですけどもね確かこの3人だったようなだった気もしますし結局負けたんですけどね。本当に紅茶アルカーシュの81のそうですロセフのあれすごかったでしょあれに負けたんです本当に。さあでもね今これ日本の本当にトップ3と言ってもいいぐらいな3人が今トリプルとして。 ねえなかなか見ることができないさあ今スタートしていく川端そして藤野そして後ろ S15 青いマシン横井正志がまずは等間隔きれいな状態非常にきれいな等間隔ですっと回っていくこれは美しい状態だそして近いそして近いそして近いところああバランスちょっとバラついたいやー近すぎた近すぎたそれでもギリギリで立ち上がっていく横井やりすぎですねいん <laughs> ですよ 相変わらずあの人は待てませんね。ということでこうなりますと今のじゃあやっぱり4台走った最初のグループそうですね聖奈アナウトド北岡祐介松井幸紀畑中慎吾というところが一番良かったかなというところでございました。はいはい、さあというところでコース上の走り以上をもちまして終了ということでこの後スタート地点より1台ずつ今オーバルを回って。 こうにラインナわれわれもじゃあ下の方に行くということで皆さんに最後の挨拶フィナーレでございます、はい、ありがとうございました、はい、さあということでこのモンスターエナジープレゼンツ d 1グランプリオールスターシュートアウト途中もちょっと雨という状況もありましたし いろいろありましたけれどもね、まずは皆さん、本当に寒い中、最後まで見ていただきまして、本当にどうもありがとうございます。いかかがでしたでししたょうか、まああのね、今回は あくまでもエキシビジョンというところもありますしね、いよいよあのシリーズに向けての最初の走りというところもありました。あと、いろいろ我々の方のね、連絡の行き違いとか、ょ<え>ってやってるところでのね、あの動きの悪さというところがありましてね、本当に皆さん、大変申し訳ございませんでした。えー、でもですね、その走りの分はね、あの素晴らしい走りもありましたし、そしてレジェンドたちも、本当にね、はい、さすがというところを改めてね、見せていただきましたんでね、本当にどうもありがとうございました。 皆さんも本当にどうもありがとうございました。さあというところで、まずはですね、はい、あのみんなが登場してくる前に、はい、レジェンドのお二方に改めてもう1つずつ、はい、いただきたいと思いますけれども、まずは熊本さん、はい、あのー、やっぱりね、はい、6月から始まるシリーズをちょっと予想するっていうには難しいかもしれませんけれどもそうですね、でもやっぱり昨年の上位陣、うんで、もちろんちょっとタイヤとか仕様が変わったりしてるんで。はい まあやっぱり昨年の上位陣が強いのかなって感じはしますよね。そうですね<あ>そういったところに、はい、あとですね、やっぱり GR スープラが今日ちょっとまだ追走には来れませんでしたけれども、あの辺のポテンシャルの凄さがどこまで来るかというところも、あっという間に来るんじゃないですか。ですよね。なんかどうやら川端選手も、どうやらスープラになるという情報もね、はいはい、聞いてますし、そういったところの新しいマシンが、新しいマシンと、はい やっぱ久保田さんのエボナインは全然違うんだとみんなあれでやってみろとそう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 ですよね野村さんもいつも言ってましたみんなが800馬力だ1000馬力だとけどタイヤがいろんなところのすごいタイヤがと言ってますけどじゃあやってみろと言いたいんですよねやっとるんですけどもっとやってますけどもっとやってるすごいなと思いましたつくづくそうですよねとはいえねショットトトガンンーナメのなんか あれ本当に練習してないんです。練習してないんです。赤いとこを回れって言われたから。はい。赤とにかく回れというだけで。多分その後やった人たちの選手の戦いよりも一番良かった。本当。もう一回やってほしい。本当ですか。ぜひあの明日も。明日も。あれやってください。はい。では追走をイーブンにしなくちゃいけないですよね。そうですね。わかりました。はい。というところでどうかよろしくお願いいたします。はい。いやというところでね、まずは第一部戦った選手たち。とにかくあの小野さん。 単走で終わっちゃった人たちがいっぱいいますからね。ですよね、そうなのに俺はちょっとやばいぞと。分の落ちてますからですよね、カラスゴ、時田選手はいつものようにスタート地点からレポートしてましたからね、はいはい、そして、下田紗弥香選手はね、見事にトップ8入りというと、松井選手もちょっと単走で失敗があって。 通らなかったですからはいそういったところも含めてあとあの女性ドライバーとしては実はその高木美帆選手なんかも下田選手よりはランキングは全然上ですから十分に期待できるそれから野村選手も頑張りましたよ、はい野村さん。なんでででての本当すすよねねえそし 小橋選手もセーナナウシノ選手もここに乗ってというところ、<お>はい畑中慎吾選手、それからあの木原貴史選手もね今日ドキドキしたでしょう。はい、本当にねあの濡れる路面で単走いきなり、はいはい、ねやれって言われてもディーングランプリの中でさかなかすあの厳しいものがあったのではないかという感じもいたします。全ての選手たちが、えー、マシンを投入させ、えー、今ももう一度持ってきて。 こここにに登場とということになりました、はい、さあというところで、えー、ここに来ていただいたちょっとマシンがないんですけれども改めてですね、えー、皆さんにですね一言本当に言っていただきたいというところはこの今回のイベントあくまでもですね、はい、これドリフト競技のパイオニアである d 1グランプリと、うん、モンスターエナジーのタッグの組み合わせにより行われる大会ということもありましてその中での主軸はですね世界初披露といいますかやはり GR スプラ。はい これが皆さん初めてね、その単走1本はきっちりと走りきりました、はいはい、これは見届けることができたというところで、はい、この先、本当に期待したいなというところではございますのでね、その、えー、モンスターエナジードライバーであります、斎藤大悟選手に一言いただきたいと思いますけれども、ちょっと残念ながら、追走にはいけませんでしたが、皆さんに対して一言、お願いいたします。はいえーとまあ、僕は満足でです <laughs> あのやっっとと走れてのほっとしたんでであのついにドリフトもメーカーカがあの 協力してくれる時代になったので、なるほど、そうですね、はい。これからどんどんまた盛り上がっていくと思うんで、はい、はい、はい。まあ、ここの後のセッションもまだあるんで。 大丈夫です楽しみにしててください。楽し,みで楽しみにしててます。なるほど、はい、分かりました、はい、本当に素晴らしい走り、期待したいと思いますけれどもね、齋藤大悟選手、ぜひ頑張っていただきたいと思います。さあ、それからですね、もうずらりと並んでおりますね、えー、選手たちが、あ多分あの楽しかった人もいるだろうし、悔しい、あのエキシビションであるにもかかわらず、すごい悔しい思いをしているという選手もね、いたかとは思いますけれど改めて皆さん、この選手たちに大きな拍手をお送りください。 はい、2分に向けて、ま。 もしくは明日に向けてまた素晴らしい走りそしてシリーズに向けてもね、えー、素晴らしい走りまた一人でなんか真ん中でプーっとした顔をねしてる人がね若干おりますけどもねレーシングスーツもういしいなんか真っ白な状態になっております、ねね、本当にね、えー、ぜひねこの後の戦いに期待したいというところではございますというところで皆さん本当にねちょっと寒い中ではございましたけども、はい、え見ていただきまして本当にどうもありがとうございます以上をもちましてモンスターエナジープレゼンツ D1 グランプリオールスターシュートアウト一部は終了とさせていただきます皆さん本当にどうもありがとうございました はいというととうころでこの後第2部に関しましては、はい、ザボーンズが登場というところで一部とはまた違ったですねライブとドリフトエンターテイメント、えー、こういった走り、そして音楽こういったところをお届けしたいということになりますのでぜひです、ね、また2部を見る方そして走る方、えー、含めて、えー、楽しんでいただきたいと思います。本当にどううもありがとうございました